ということで、メメ村マイクラ人狼やっていくぜ。どういうことだよ。本日からお初のマイクラ、さらに人狼ということで、村民たちとの騙し合いをやっていきます。舞台はこの豪華客船、基本中に入らない限りはどこに陣取っても OK。めちゃんこひどい。この広さで隠れたらなかなか見つからなさそう。まあ隠れて隙を伺うのも戦法の一つとして全然ありだな。それじゃルール説明。開始後メンバーは自動的に人狼陣営と村人陣営のどっちかに割り振られる。人狼側は村人陣営を全員キルし尽くしたら勝利。村人は占い師などの役職の能力を活かしながら人狼を特定し、人狼を全員キルしたら勝利だ。まタスクがないやモアストでも思っておけばいいのかしらね。基本はそれで大丈夫ですが、一つだけ大きく異なる点があって、全員が一撃必殺の弓矢を配られているため誰でもキルできます。殺意が高すぎる。それと開始時各自にランダムで与えられているアイテムがあって、それらをうまく使えば試合を有利に運べるぜ。ということで高評価とコメントよろしく。古事記のルマ達成。役職の説明とかはゲーム中にまたするので、早速試合へゴー。さてそれじゃあ1試合目開始と。1試合目の役職はこんな感じよ。他の人の役職を見れる予言者が入ったオーソドックスな構成ね。そして参加メンバーは私たち含めこの7人でお届けします。開始時には毎回こうしてお互いの姿が見えなくなる潜伏時間が用意されています。それが終わったら試合開始。役職が同時に配られるぜ。今回の役職は村人ね。あ、今回自分が予言者です。レイマリさんが予言者把握しました。で、占い結果は？メメさん白です。おっと、予言者から白もらいしたな。じゃあ今から全員キルするから逆らうなよ。ぶち構えたら人材認定するからな。あ、疑わしきは、罰する。私以外全員キルすれば勝ち。これそういうゲームじゃないわよ。やばい、明らかにやばい人いるって。わかるか？ラテチャンネルは見せしめだ。これでもう隠しろに逆らう奴は他にはいないよな。ラテさんもまだ何も言ってなかったけどね。これが本当に予言者から白もらった人間か。反骨精神あり。あー。自分は逆らいません。ほんとかね。本当に逆らわないんだな。よし、これで君の村への忠誠は証明されたぞ。ジェノサイダーマリサ。こっちはグサオさんやってます。お、なら隠しろ以外の生存者はメテオさんだけだな。人狼特定できたじゃん。現代の魔女狩り。おっと、メテオさんが最後めっちゃ抵抗してんぞ。マップの真ん中あたりだ。どっちが人狼だよ。お前らさえ村に来なければ。必死に責任を人狼になすりつけようとしてますね。メテオさんに前の壁を遮蔽にしながら近づくぞ。あ、メテオさんやりました。村人チーム勝利。ちなみに役職内訳はこんな感じでした。人狼はメテオさんとグサオさん。あんたキルした人全員村人ねえじゃ。さて第2回目のマイクラ人狼始めていくぞ。今回の参加メンバーはこの8人。ひな兄さんとレイラーさんは初参加ね。そんでもって役職はこんな感じ。霊媒師は死んだ人の役職が見れる村役職です。なお前回は船の外だけが移動可能範囲だったけど、今回からは船内も解禁されてるわよ。ただちょっと広すぎるから残り時間5分となった時には船の外にいなければならないという制限はついてるけどな。軽い説明も終えたところで高評価ポチッとよろしく。古事記のルマ達成。ま、そんなこんなで船内が解禁されたし、早速船の中でこもるポジションを探していくぞ。どのゲームでも引きこもり。ここの部屋なかなか良さげ。扉開けてきた瞬間に弓矢で不意打ちできそう。役職配布される前からキルすること考えてるじゃん。そして今回の役職は人狼です。相方はラテさんね。早速だけど予言者です。霊媒師です。メテオさんが予言者、ミゾレさんが霊媒師ね。あれ、二人だけ？対抗は出ない感じか。狂人は潜伏を選んだようですね。ここ数試合狂人の予言者語りが続いてたから、まあこれも新鮮であり。じゃ適当に占います。お、メメさん人狼。残念だったな、メメさん人狼だ。おい、開幕15秒で積むのやめろ。いや、これは新予言者が潜伏してますね。間違いない。新予言者が潜伏。予言者一人しか本当にいない感じなんですか？早く出てきてください。新予言者潜伏してる予言者が出るなら今のうちですよ。新予言者が潜伏とかありえるわけないでしょ。メメさんキルしに行きます。そうなんだよな、ありえるわけないんだよな。君の言う通りだ。もう私たち目線は何を言おうが無駄ですからね。動揺も何もなく静かにトーテムに持ち替えてるのくさ。まあ一人しかいないならもうメメさん人狼確定ですね。狂人が潜伏してる把握。こんなんメテオさん死んでいいやろ。レイマリさんとか新予言者でしょ、さっさと出て。なんで自分なんですか？これメメさん確定人狼でかわいそうでくさ。かわいそうだけど慈悲はないよね。やってやろうじゃねえかよこの野郎。扉前弓矢構え待機。まあでも今回配られてるアイテムは結構強めではあるわね。このゲーム内で最も有用と言っても過言じゃない不死のトーテムです。まあ私が表に出たおかげで狂人と相方は動きやすいだろ。多分こうなったらプラスの面を考えて生きていこう。あれ、というかみぞれさん生きてる？あれ、みぞれさん死んでる？早速相方か狂人が動いてくれたみたいですね。初手霊媒師を消すとはなかなかやるじゃないかね。こんなんメメさんがやってるに決まってるでしょ。あ、メメさんがやったのか。あたい、許せへん。おい、私マジで何もやってないんだが。完全に濡れ衣着せられてますね。日頃の行いが悪いせいで何を言っても信じてもらえてない。いや、でも本当に私は何もやってないんですよ。信じてください。いや、だってメメさん以外今みんな同じとこいますもん。やったな、メメさん。その集まっている人の中にみぞれさんキルしてる奴がいるんだけどな。まあもう私たち黒確定だし、むしろこの状況のが都合いいでしょ。それはそうだけど、なんか気に食わないけん。そろそろメメさん許しに探しに行きませんか？ガンマスさんいつになく積極的な姿勢を見せてますね。わかった。ガンマスさん予言者ですよね。前試合からの恨みで私をキルさせたいから潜伏してるんでしょ？あ、確かに予言者だったかも。ガンマスさん予言の結果は？メメさん人狼。はっはっはっは。こいつら、もうみんな争い合うのはやめにしないか？命乞いに必死。というかラテさんさっきから動きが怖い。いや、キルするならこれまででも動いて後ろからキルしてるわ。まあ確かにそれはそう。ってラテさん。お、ラテさんが動いたか？ラテさんが撃ってきたのでカウンターキルしました。は？雑魚。あれ弱くないですか、ラテさん。速攻で死んじゃったみたいですね。人狼陣営の面汚しめ。あれ？というかラテさんなんかアイテム3つも持ってるんだけど。え、じゃあ少なくとも2人はキルしてるじゃないですか。だから言ったじゃないか、私は何もしてないって。え、じゃあ他には誰生きてるんですか？
全員死んでて草。状況整理終わる前にとっとと仕留めに行きますか。天候、一旦生きてる人天候しません。まあそれはありむ。誰か来てるな。おそらくガンマスさんでしょうね。あなたはここで死ぬ定めです。そうエイムを晒していく。くっそちょこまかと動き回りやがって。あ、え？なんか今ガンマスさん死ぬ前に食わせててましたね。さすがに操作ミスでそんなテクニカルなことしないと思うし、もしかして狂人だったのか。そんな悲劇あります。いやまさかさすがに自分が占い語りしなかったせいで確定してしまった人狼に対して狂人があんな煽るわけないでしょ。さすがにそうだよな。あれこれガンマスさんも死んだ。適切に処理したぞ。そんなお魚みたいな。うっわ、じゃあこれ多分ここからメメさんと対マンか。私たちには死のトーテムと一撃必殺のクワがあるから有利ですね。勝てると思いですか。というかレイマリさんマジでどこにいるんだこれ。メメさんこそどこにいるんですか。私はど真ん中の台座の上で踊ってるけどな。息をするように嘘をつく。レイマリさんはどうせ今隠れて気を伺ってるんでしょうね。この卑怯者。ブーメランとかいうレベルじゃないわよ。ちょっと今タンマ。やっぱ真ん中いないじゃないですか。いや私が全ての真ん中みたいなとこあるから。自信持ちすぎだろ。そしてまたはぐれて完全に見失ってしまった。経験に学ばないですね。レイマリさんとっとと真ん中に来て決闘しようぜ。あ、メメさんいた。おーおー、後ろからとか卑怯だぞ。おら、暗いガンマスさんの遺品。初手から透けてた状態から勝つの最高に気持ちいい。裏取りうまくできたけど、節のトーテム持ってたか。ナイスナイス。ようやった。え、なんでガンマスさんが人狼買って喜んでるの？自分狂人なんでね。おい、結果的な配役はまあ出てきた通りだったわね。ガンマスさんが霊媒師、ラテさんが他グレイを間引いてたみたいです。さて2戦目始めていくぞ。2試合目はメテオさんが抜けて7人、なおかつ配役がこんな感じにちょっと変わってます。羽衣キツネはアモアスでいうところのジャッカルね。占われたら死亡するが人狼にキルされても復活することができる。で人狼か村人のどちらかが勝った時に横取り勝利できる。ちょっと難しい役職ね。まあ数試合回したが5割以上の確率で初手占いされて死んでるけどな。儚すぎる。潜伏時間も終わり開始。役職は1試合目に続き人狼。相方はレイラーさんですね。はい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 、霊媒師です。ガンマスさん霊媒師オッケー。ガンマスさんとミゾレさんが近くにいます。今回は狂人がいないから人狼が予言を語るのもありだが、まあただこの配役だと確実にロラされちゃうので微妙かもです。まあ役職2人出てきたら確実に人狼か狐が語ってるわけだからね。ここはおとなしく様子見しておこう。それで予言者は誰ですか。自分が予言者です。さて誰占いしようかな。かかってこい。なんでこの段階で喧嘩越しなんですか。あ、む、どうしたレイマリさん。なんかすごいデジャブを感じてるんですけど。レイラーさん人狼。レイラーさん占いして人狼でした。レイラーさん人狼把握。毎回で落ちてくさ。まあ狂人いない配役だとこうなっちゃうのは仕方ないです。バレ切ったか。もうこんなん早速 PVP の開幕じゃないですか。であったらキルするから今のうちに覚悟しとけよ。とりあえずここら辺人たくさんいるから安心ですね。あれ、もしかして私以外割とみんな固まってるんですか。中央簡単にミゾレレイマリヒナミーラテガンマスの5人います。あ、教えちゃっていいんですか。キルしに行っちゃいますけど。すごい5対1で勝てる気でいる。そこに突っ込んだら死ぬのは間違いなくお前だぞ。ありがどんなに固まろうが無駄ですよ。いつになく強気だな。これガンマスさんとレイマリさんだけ白角だけど、そこ2人以外とあってもまだキルはしない方がいいか。まあさすがにグレイとはいえまだ突発キルは控えましょう。そもそもレイラーさんという明確な敵がいますからね現状。とはいえどうせ隠れてるし誰かキルして霊媒するのはありか。霊媒師と予言者と確定人狼を除いたら4人。その中に人狼と狐がいるわけだから一応半分の確率で人材は潰せる計算だな。でもそう言われても誰も進んでキルされたくはないですよ。誰かキルする？一応聞いとくけど自分キルされたいですって人いないの？いるわけないだろ。でも作戦としてはここ一人キルしとくのはありだと思うんだよね。それならミゾレさんでいいんじゃないですか。なんでいつも通りミゾレさんの扱いが雑です。そしてレイラーさんは必死に中央あたりに弓打ってるな。当たれば儲けなので打ち得ではありますけど。うお、なんか弓矢飛んできてる。あっぷな、今死ぬとこだった。ワンチャン当たりそうなのおもろい。そろそろレイラーさん探してキルしに行きますか。じゃあ自分ついていきますよ。ガンマスさんが何も言わず死んだら自分を怪しんでもらって大丈夫です。お、その発言は白いね。いや騙されるなガンマスさん。むしろその発言は狐っぽいぞ。狐は人狼全滅させれば横取り勝利できますからね。隠しろの横にいた方がキルされにくいし狙われにくいし安全よね。そもラテさんが村人の時にガンマスさんを守ろうとするわけがない。ひどい理由でした。確かにラテさん狐か。今のうちに処理しとくか。待て影響されやすすぎでしょ。今ひな兄さんキルしました。今ひな兄さんキルしました。霊媒の能力でひな兄さんの中身見ちゃってくださいガンマスさん。わ、わかりました。お、ひな兄さんは狐でした。これは人狼目線からも嬉しい状況ではあるな。でもなんでレイマリさんはひな兄さんをキルしたんですか。弓打ってきたとか。いや別に特に何もしてなかったですけど。なんでそれで自分が正常みたいな立場を取れるんだよ。何もしてない人を一方的にキルして悪いと思わないんですか。あんたが言えたことじゃないけどね。独断と偏見で処理されたわけですね。かわいそうすぎる。これじゃひな兄さんの魂が浮かばれないだろ。仇は私が打ってやるからな。まあでも結果オーライではある。今んとこキツネしか死んでなくて人狼一人判明してる状況ですからね。ここでレイラーさんキルできればもうほぼ勝ち。まあキルはされないけどね。とりあえず中で集まらないか。いや集まるなら外じゃない。その中の構造をいまいち把握できてないんですよね。外でレイラーさん弓矢打ってたらしいし中野が安全そうだけどな。適当に打った矢を食らって死ぬということはないだろうし。おおいいのか。自分今中にいるかもしれないですけど。それならそれで仕留めに行くのも全然ありだけどな。そうして誰か来るのを扉前で出待ちする芋戦法来た。この光景に飽きました。というか中にいると編集するとき景色変わらなさすぎて
辛いな。あんた以外みんな外いるしね。はぶられてる。勝手に中こもって被害者ぶってますね。というかマジでみんなせっかく解禁されたのに全然中こねえな。さっきちょろっと言ったけど中の構造がまだ把握できてないんでね。そもどこから中に入るかすらいまいち把握してない現状。入らなきゃ覚えられないし積極的に探索していこうぜ。お、みんないましたね。役職持ち二人に村人一人と複数人で群れ上がって、ほらこっちから中に入れるからとっとと来なさい。まあついて行ってやるか。こっちの扉から普通に中に入れるぞ。自分はエリトラ持ってるのでそこら辺を飛び回ってますね。完全におもちゃを手に入れた子供。さて船内探索といきますか。残り5分になったらちゃんと甲板まで出てこいよな。さてじゃあ自分もこの時を待ってた。ほら頭見やがれ。みんなで仲良しこよし行動してるからそうなるんですよ。あれなんか今誰か死んだ音聞こえてきたぞ。いや勘違いじゃないですか。え、誰か死んだんですか。いやとりあえず私は生きてるけどな。ラテさんは。ラテさん生きてますか。ラテさん死んでるんですか。やっぱラテさんこれ死んでるじゃないですか。となるとラテさんキルしたのメメさんか。いや私は反対側で今レイマリさんといるけどな。そうですね、今ちょうど一緒に反対側にいますね。じゃあこれミゾレさんか。いや自分今そもそもみんながどこにいるかすら知らないですよ。というか今レイラーさんがめちゃんこ近くまで来てます。何回至るところでみんな忙しそうね。この混乱の最中に複数人持っていきたいところ。レイマリさんそういえば私今即死ポーション持ってますよ。渡すんで一回集まりませんか。お、いいですね。正直ここまで来たら隠しろ以外キルしちゃってもいいけどね。でも多分ミゾレさんとレイラーさんが人材だよこれ。ここ3人は結束して人狼陣営に立ち向かうべき。そうすべほらアイテムあげる。ありがとうございます。でもアイテム渡すって言ってキルしてくるかと思います。かかったなアホが。やっぱメメさんやん。もう容赦せんぞ。残りはガンマスさんとミゾレモンとはたやすい仕事になりそうだな。ミゾレさんこれメメさんとレイラーさんが人狼です。というかこれあと誰が生存してる状況なの。多分村側は自分とガンマスさんだけです。お前ら人狼だろ。みんなの仇は絶対に果たしてやるからな。ここまで来たのに信じてやまないじゃん己を。こっち側は今レイラーさんと打ち合ってるので稼いできません。これ自分かミゾレさんかどっちか負けたら終わりだな。まあガンマスさんが私に勝てるわけないですけどね。今まで手加減してあげてたの気づいてないの。そろそろ本気出すか。ガンマスさんマイクラでの PVP 致命的に弱いからね。前自分から不意打ち仕掛けといて負けてたしな。む、しかしどうやら不死のトーテムを持ってるようですね。気づいたようですね。しかし気づいたからといってメメさんが負ける事実は変わりませんけど。あれこれ私が上の位置を取ってるの気づいてない。多分さっき言ったところにまだ私がいると思ってますね。それで上から一発目。どこどこ必死に逃げ回ってて草楽にしてあげるね。あーレイラーさんもガンマスさんもキルしたんで残りミゾレさんだけです。強すぎやろ。ちなみにミゾレさんはもう見失ってます。ミゾレさん隠れてももう負けですよ。正々堂々出てきて戦おうぜ。さっきまで正々堂々からかけ離れた行動してたわけだけど、もう中にこもったって私たちは中には入らないですからね。中は四角で待たれてたら逆転が容易にありえちゃうからな。残り時間5分で外に出なきゃいけなくなるまで待たせてもらうぞ。徹底しすぎでしょ。マイクラ人狼は遊びじゃないんですよ。いやこもらずに戦いに出ますよ潔く。いいねいいね。私たちも油断せずに行くぞ。まあこちらが有利とはいえここからにキルされたら負けですからね。でもミゾレさん外出てる割にはなかなかいないな。まあ私たち人狼陣営ですし実際は中にいる可能性もあります。このゲーム嘘つくのがデフォルトみたいなとこあるしね。どちらにせよ5分には外出なきゃいけないルールだし、さっき言った通り外で動き回ってるのが安定。バリバリいるじゃんミゾレさん。ど真ん中歩いてましたね。レイラーさんミゾレさん今真ん中あたりにいたぞ。一旦引くから二人で確実に仕留めようじゃないか。正々堂々とは真ん中あたりオッケーで、ここは一旦離れたふりをして戻る。嘘しかつかない。近距離戦になれば即死ポーションあるし私が有利。おっといたいた。やべ、今回私マジでめちゃんこキルしまくってるわ。キルログが完全にグロ。何もやらずに船内を走り回ってたら終わった。ガンマスさん一生手にトーテム持ったまんま死んでて草。生きることしか考えてない。完全に見失ってたわ。一方的で実力の差が出ちゃいましたね。すみません。ということで本日はこれで終わり。高評価とコメントチャンネル登録と Twitter のフォローよろしく。それじゃまた次回の動画で。さらばだ。今日も京都でマイクラ人狼やっていく。本日の参加メンバーはこちら。前さんが初参加の合計9人ね。なお役職構成はこんな感じです。前回の8人構成よりも1人村人が多くなってるわよ。その代わりといってはなんだが狂人が狂信者に変更されてるぜ。狂信者は初めから誰が人狼か分かっている狂人ですね。人狼が分かってるわけだから狂人より的確に連携できるわよ。なお今回は残り5分まで船内のみ。残り5分となったら簡単に出て戦うというルールになってるぜ。ということで本日も高評価ポチッとよろしく。脈絡なきこじき。それじゃ早速開幕。早速九段の狂信者を引けましたね。人狼は前さんとラテさんと、ま、完璧なサポートを見せてやるとするかな。予言者です。グサオさん占ってしろ。霊媒師です。ガンマスさんが予言、ミゾレさんが霊媒師ね。あれ、役職語りしないんですか。今回は近くに人狼がいるし潜伏の方が強そうだから潜伏。じゃ早速一人目いただきます。早い早い。開幕30秒の出来事、よそ見してたので声を上げさせずにキルできましたね。これで多分人狼陣営には私たちが狂信者だと伝わったわね。今私とラテさんと前さんが近くにいる感じだぜ。そうですね。とりあえずここは固まって待機してます。あ、ミゾレさんいた。霊マリさんと自分が今合流して一緒にいます。ミゾレさん霊媒ですし、アイテム見ついておこうかな。ありがとうございます。ガンマスさんと自分今合流しました。隠しろラインです。みんながほのぼのとしたやり取りをしている中、キルしたひな兄さんの遺品を分け合う人狼陣営。されけど、前さんがさっきのキルを見てない可能性もあるから、一応無言でアイテム渡して狂信者アピールを済ませておく。完全に賄賂を贈る汚職の現場でした。これで完全にご主人様たちと繋がれたわね。メテオさん変な行動したらすぐにキルしますからね。とやばいやばい、殺意がやばい人いるって。ここ合計4人いるんで誰か暴れても最悪対処できますよ。あれ、今前さん弓矢打ってこなかった。嫌なんだったら構えてすらいないんですけど、ここ三重師なので大丈夫です。実
際には人外三獣士、みんなで下から来る人に備えてここで門番しようぜ。でもメテオさん弓矢持ってるし怖いんだよね。いやラテさんの動きの方が怖いんだけど、怖いから背後取らせないよう壁際に移動してるんだよ。これはラテさんメテオさん処理する気ですね。私たちも即死ポーションをすぐに投げれるよう準備しておこう。メテオさんそれなら隅っこにいてください。うろちょろされると自分も怖いので。まあ別にいいけど。そしてラテさんに消されるメテオさん。また最後の叫び声なしでキルできたので、まだ隠せ通せそうです。あれ予言と霊媒って結局誰なんでしたっけ。自分が予言でグサオさんにしろ、霊媒師はミゾレさんです。こうしている間にすでに二人消されているという事実、前後の重要性を改めて感じる。まあまだ開幕1分ちょい。これまでの試合は開幕スロースタートな展開が多かったし、まさかもう裏で人狼陣営が暴れてるなんて思いもしてないんでしょうね。今みんな見つけたんでミゾレさんと合流しに行きますね。飛んで火にいる夏の虫よ。お、二人とも合流しましたね。ここ弓矢刺さってるけど何事。それは自分たちが上から撃ってたから残ってるだけですね。あ、そういうことですか。ここは不意打ちで二人とも持っていきたいところですね。そしたらひな兄さんとメテオさん合わせ4人が墓場行き、人外陣営3人、タイムラ陣営2人の有利状況に持ち込めるわね。そこまで行ったらもう正体を表してしまって良さそうです。お、レイマリさんがなんかちょうど離れていってる。反応できない距離から仕留めるぜ。あれ、今どこからか弓矢の音しませんでしたか。聞こえてたみたいですね。レイマリさん仕留めました。一切容赦なくて草。ガンマスさんこれ全3人外確定、人外確定。オラもう人外の方が人数多いんだよ。諦めて降伏しろ。ああ、ミスってラテさんキルした。何やってんだー。これで人数2対2ですね。今グサオさんキルしたんで残念ですけど2対1ですよ。最後の相手ガンマスさんか。イージーな仕事になりそうですね。逆境に強いことに定評があるガンマスをご存知でない。少なくとも今のところ発揮されてないので知りません。まあもう時間の問題だなこれは。あとは角待ちだけ気をつけてれば。あ、仕留めました。ああ、決着早すぎて草。初定位置から配役までかなり運が良かったわね。人狼陣営しかキルしてない。あそこ3人もいたのにキルされると思わなかった。というか全34キルエグ。そのうちの1キル仲間のラテさんですけどね。さてそれじゃ2試合目。1試合目からメテオさんがいなくなり合計8人、それに伴い強心者が強人に変更されています。前回はかなり前さんが暴れ散らかしてたわね。まあそもそも単純にゲームうまいからな前さんは。しかし私の敵として立ちふさがるのなら死ぬしかないな。前コパス。ジョジョ6部を見て明らかに影響を受けてますね。そして配られたタロットは人狼。嘘と裏切り、未知の世界への恐怖を暗示するカードですね。ダークブルームーンかな。配布されたアイテムは即死ポーションのようだな。ポーション系はまだあまり慣れてないから難しいんですよね。はいはい、予言者予言者。前さんが予言者なんですね。メメさん、じゃあメメさん占います。死ぬしかないな前さん。ございますしね。絵が出るまでが早すぎる。私の秘密を知る者は誰一人として生かしておけはしない。キリサメマリサは静かに暮らしたい。あれ、グサオさん今自分に向かって撃ってきましたよね。いや撃ってない撃ってない、自分霊媒師です。なんかわちゃわちゃしてるな。これもしかして私たちが全3キルしたのバレずに済むのでは。あれ、全3は死んでるってことはこれもうメメさん人材じゃん。あ、実質違いますし。実質自供で草。ああ、バレちゃったね。全3占いする前にキルされちゃったんですね。そうだよ、何か悪い。うわ開き直った。全3が私たちを占うとか言うから悪いんですよ。これグサオさんもかなりさっきから怪しいんで気をつけてください。ずっとついてきてるし。ついてきてるのはレイマリさんでしょ。ちょい待ち、これ一回転校しよう。グサオさんいる？います。ミゾレさんは？いますよ。ガンマス。なんで自分だけ呼び捨て。いやー、グサオさんが撃ってきてる撃ってきて。あ、こりゃ死んだな。はいはい、じゃあもうグサオメメントモリコンビね。ということは私たち視点グサオさんは強心者確定ね。レイマリさんをやってくれたみたいなので状況は悪くなさそうです。まだ人数差的にはよろしくないが、ガンマスさん人材もバレてないしな。ほぼほぼ五分と言っても過言じゃない状況ですね。しかし今回は強心者ではなく強人なので、グサオさんがガンマスさんをキルしないかだけが心配な点です。できれば霊媒師のミゾレさんから消したいところ。お、いるねー。お祈りの一発と言ってもこれはさすがに当たらないか。今後ろから弓矢こっちに飛んできてましたね。できれば一発で仕留めたかったが仕方あるまい。奥に行ったようだから少し位置を変えて探そう。何やらポーションを使用している音が聞こえますね。透明化のポーションもあるし、一度元のポジに戻った方が良さそう。メメさん近くにいます。どうやらバレたようだが、ここのポジ袋工事なんだよな。透明化対策で扉閉めて弓矢だけ浮いてる。やはり透明化のポーションを使ってたようですね。メメさんと今打ち合いになってます。透明化中に自分のこと報告してたら世話ないですよっと。透明で見えてはないけど今死亡音聞こえてアイテム落ちてるし、これはミゾレさんをうまく処理できたみたいね。ミゾレさん、死んだか。というかさっきからマジで誰とも会えないんだけど。同じく歩き回ってるけど誰もいない。さっきまでミゾレさんいたけど断末魔聞こえてきてたから死んだね。これでもうおそらくラテさんとヒナ兄さんだけ。盤面はこっち側に傾いたぞ。お、ここ誰かいるね。やっと危な。普通に撃ちそうでした今。あ、メメさんここにいたんですね。わかってるとは思うけど自分強人なんでよろしくお願いします。さすがに本当だとは思うが、串のトーテムもらっていいか。どちらにせよ人狼が持ってた方が強いアイテムだし。構いませんよ。おしおしこれでだいぶ安心。ちなみに串のトーテムを左手に持つことは禁止されてます。バカ強いからね。これで前回の恨みは水に流してください。1試合前グサオさんと人狼を引いてグサオさんの誤射でキルされましたからね。あれは完全に不意打ちだったわね。まあまあまあ、今回はしっかり頼むぞグサオさん。任せてください。ていうかこれメメさん人狼グサオさん強人で人狼残り1人ってことはヒナ兄さんかガンマスさんのどっちか人材じゃん。いや普通に自分は村人ですよ。いやいや僕も村人です。さっきまでミゾレさんと一緒にいたけどキルしてないし。いやそれでヒナ兄さんとメメさんが戦ってないの逆に黒いでしょ。メメさんがミゾレさんキルしたならそのまま戦うでしょ普通。メメさんと共謀してミゾレさんキルしたんでしょ。ヒナ兄さん、おいなんだこれ、どっちだ。もうとにかく誰かいたらキルします。
します。人狼に推理なんていらない。結局こうなる。アッサンマスさんだ。おおおつなうつな、わかりました。自分人狼です。人狼。仲間隠しといた方がいいと思ってたけどもう言っちゃう。あ、ガンマスさん人狼ね。まあもうここ3人人狼陣営なんで勝ちです。ポンコツ3人組と言って差し支えなさそうなメンツ。まあポンコツ2人いるけど私さえいれば余裕で勝てる。どうせひな兄さんとかどっかで持ってるから焦らず行くぞ。バカだよ。っていうかもうこれ探しに行かず残り300秒になるまで上で待とうぜ。そしたら2人とも外に出なきゃいけなくなるわけだしな。オッケーオッケー。オラ人狼ども早く出てこいよ。最後くらい潔く勝負することもできないのか。勝利になった瞬間強気。多数派が正義だからね。人狼ども隠れてばっかだな。この卑怯者たちね、あなたたちに誇りはないんですか。自分のことを村陣営だと思い込んでいる異常人狼陣営の皆さん。人狼はお前らだろ。お、ひな兄さんと合流。アップな今切るしそうになった。こっから巻き返そう。こんだけ強気な発言してる人狼陣営ですが正直そこまで有利なわけではないという。まあそういう雰囲気を作ることが大事だからな。ガンマスさん実は村人でしょ。僕は信じてるよ君の中の正義の心を。村人、かもしれん。実は私も村人なんだよな。メメさんも村人ならもうひな兄さん人狼やん。この汚らわしい人狼め。語るに落ちましたねひな兄さん。いや、人狼。おかしいだろい。めちゃくちゃ時間経過したけどラテひな兄全然いないんだけど。自分たちはもう外出て歩き回ってますよ。どうせ嘘、ほんと人狼って嘘しかつかんな。これもう私たち端っこに隠居して時間切れ待つか。そうしますか。おいそれでいいのか。そんなん動画にならないだろ。3本目の動画は時間切れ狙い戦法か。勝てばいいんですよ勝てば。地獄すぎて草。あ、めちゃんこ遠くにラテさんいるわ。ほら早く来なさい君たち。こっちはいつでも時間切れ戦法取れるんだぞ。終わった段階で人数が多い陣営の勝ちですからね。もういっそ残り時間逃げるってのもありですね。陰キャ戦法来た。陰キャくんさ。あよっしゃひな兄さんやった。よっしゃ人狼陣営突撃。おお。殺せ殺せ。ラテさんここいたぞみんな。集い人狼陣営。うお。やられてて草。まあ私たち死んでもさすがにこれは勝ったでしょう。おしナイスウケ。え、何あれ、自分ガンマスさんキルしてないけど。あ、違うこれグサオさんがガンマスさんキルしてるわ。な、何グサオさん。グサオさん。うわぁ。試合中に明らかになってるけど一応役職内訳はこんな感じだったわよ。グサオさんの魂には正義の心が宿ってたみたいだな。さて3試合目だ。役職構成、参加メンバーは1試合目と全く同じになってます。今回も強心者入りって感じね。それじゃ早速開始。今回の役職は村人か。アイテムはエンダーパール。船内だとちょっと使いづらいアイテム引いちゃったわね。予言者引きました。霊媒師です。なんかみぞれさん霊媒師多い気がする。で、これまた予言者1人か ?1人みたいなんで霊マリさん死んで確定ですね。たまたま動画にした試合がこの陣形に偏ってるってだけで、7割くらいで予言者が2人出てきてるんですけどね。メテオさん支援で占います。カモン。あ、メテオさん人狼、メテオさん人狼でした。いやいや違う違う違う。で、あ、メテオさん近くいたんでキルしました。おいおいさすがに展開が早すぎるだろ。早すぎてさすがについていけてない。まあでもこれで人狼1人消えて残り人狼1人って感じですか。一応霊媒師の能力でメテオさん見といたら、多分本当に死んでるんだろうけど、ワンチャンキルしたふりの線もあるからな。そうですね。どちらにしろ今後使い道ないんで使っときます。これでメテオさんが死んでたら前線は限りなく白になりますね。まあ多分開幕の勢い的に本当にキルしてるんでしょうけどね。霊媒でメテオさん人狼って出たのでちゃんと死んでますね。これで前線みぞれさん霊マリさんまで白を蹴るのか。かなり村有利な盤面になっちゃったな。なんでちょっと残念そうなのよ。逆境の方が燃えるだろ。前線こちらトラ予言者ですよ。アイテムください。え、まあいいですけど。予言者によるカツアゲが行われていますね。私たちはカツアゲされないようちょっと離れておきましょうか。まあでもこういう状況の時ガンマスさんが黒だったりするんですよね。それはちょっとわかる。子は嫌だって言うてそんな候補残ってるわけじゃないでしょ。まあ結構白出てますからね。みぞれメメントレイマリ全コパスまで白ですね。あれ、メメさんも白出てたんだ。いや白出てるわけないだろ。どさくさに紛れてなんかいけそうだったのに。みんなの IQ を低く見積もりすぎだろ。あとはもうこの部屋で門待ち待機しておくとするか。ってあれ、間違ってエンダーパール使っちゃシンプルに下手くそ。まあもう試合見てる感じ使う機会なさそうだしいいんじゃないですか。というかもうあれだよな、隠しろ3人衆以外はもうキルしていいんだよな。いやキルしていいのは隠しろ3人衆だけじゃない。メメさんが暴れたらそれはそれで問題でしょ。仕方ない、わかりました。あらやけに素直。まあわかったと言っても納得はしてないんですけどね。ということで私たちは勝手にグレイをキルしていこう。あんたそれだと隠しろたちに人材だと思われちゃうわよ。粛々と上に従ってるだけってのはしょうじゃないんでね。最悪そうなっても先に人狼キルしちゃえばええ。言うってことでいただきまーす。ちょうどガンマスさんが部屋に入っちゃいましたね。まあまあ今後も狙える機会なんていくらでも。今ガンマスさんには撃ってきてませんでした。え、あ、これもしかして私たちが撃った矢の先に前さんがいて、前さん視点ガンマスさんが見えてたから勘違いされた感じでしょうか。完全に濡れ衣で草。え、何もしてない何もしてないから。いやこれ弓矢の方向的にガンマスさん撃ってたでしょ。これはさすがにガンマスさんだわ。ちょマジで何もしてないんだって。黙祷。ガンマスさんにあります。勝ってて草。ガンマスさん人狼だったんですね。え、本当に何もやってなかったんですけど。いや私が後ろからガンマスさん狙って外した弓矢が勘違いされたみたいだ。あ、あれメメさんが撃った弓矢だったのか。ガンマスさんが撃ったようにしか見えなくて草。やば、本当に人狼撃ってだけで人狼を処罰してこようとしてるやん。まだ何も悪いことしてない人狼を迫害してるのやばすぎる。村の平和は守られた。勝てば官軍です。ということで本日はこれにて終わり。高評価とコメント、チャンネル登録と Twitter のフォローよろしくね。それじゃまた次回の動画で。さらばだ。
さてそれでは4回目のマイクラ人狼を始めていく。本日の参加メンバーはこちらの9人です。前回と同じメンツね。役職も前回と同じく強心者入りの9人構成です。前回は大体人狼陣営だったからそろそろ村陣営でも勝利していきたいところ。あんた協調性皆無だし無理でしょ。私のどこが協調性ないって言うんだよ。協調性なさそうな反応。語るに落ちてるわよ。まあ何にせよとりあえず高評価をしてくれ。熱すぎる高評価こじき。そんなやる気のないこじきじゃみんな動かないわよ。おお高評価をしてくれ。強調は。そんなこんなで今回引いた役職は予言者ですね。何気に動画では初か。そもそもここまで人狼側の試合が多かったからね。マイクラ人狼は村側でもキルできるのであまり変わりませんけどね。それでは早速予言者です。霊媒師です。あれ他には出ないの？まあ対抗が出ないなら出ない方が私視点楽ですけど。じゃとりあえず予言と霊媒写真ってことでよろしく。今ラテさんと霊マリさんがめっちゃ近くにいるわ。今回不死のトーテム持ってるよ。まとりあえず一人さっさと占っておくとするか。ラテ霊マリメテオはすぐ潰し合いそうだからそれ以外で。むひな兄さん白でしたか。まあ初手は黒引く確率低めだし仕方ないわね。みんなひな兄さん白だぞ。ひな兄さん白把握しました。それならラテさんのアイテムひな兄さんに渡した方がいいんじゃないですか。ああほら早く渡せよ。あれそこ渡すのしぶるんだったら人材っぽいな。仕方ないな。お渡したで。おおとどうしたメテオさん。ほら3人やりました。3人あっ今4人目やった。めちゃくちゃ弓矢の音が聞こえてきてますけど。え4人やったって何？どういう状況ですか？自分強心者です。あれメテオさんは強心者ならば容赦せん。この下道が。そして誰もいなくなった。死ぬほどアイテム落としてて草。レイマリさんキルしたぞ。え、これマジでどういう状況なんですか？暴れていたレイマリさんを私が適切に処理した感じだな。アイテムの数的に最低でも3キルはしてますね。これ今誰生きてるんだ？グチャオ。自分も生きてますよ。これグチャオメメントモリガンマスならもうガンマスさん人材じゃん。メメさん予言者で自分霊媒師ですけど。ガンマスさん人材しかないじゃんこんなの。いや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 自分村人なんで誰かまだ生きてますよ。じゃあ一応転校します。メテオさん。ほらもう一人目からいないじゃないですか。でもまあそもそも人狼が落ちてなくて潜伏してる可能性もあるか。ラテさんアイテム渡すの渋ってたし一応霊媒で見ておきます。あ、まあそうね。せっかく霊媒能力あるし一応使って確認しておこうか。ラテさん村人でしたね。じゃやっぱガンマスさんしか残ってないしガンマスさん人狼だな。いや違う違う違う。これ絶対一人は黙って潜伏してる人いますよ。でもどうだそれはあり得るのか。とりあえず霊マリさんは強心者って言ってたから強心者なんでしょう。それで4キルしたとか言ってたので本当ならここまでで合計5人。私たち3人を含めると8人。あ、そうなると一人足りてないから潜伏してる可能性もあるか。そうですよ。でもどちらにしろガンマスさんはキルしておきたいところだけどな。そうですね。先にキルして視界晴らしておきたいですね。うん。まあここまで来たら別にキルしてもらってもいいですけどね。それで誰か生き残っててもメメさんグサオさんで勝てるだろうし。お、やけに素直に受け入れるじゃないか己の運命を。ちょっと白いねその発言。まあ隠しろの言うことは絶対ですからね。あ、ガンマスさんいた。やめてよ。僕は村人ですよ。でも確かに撃ってるのに一切抵抗してこないな。これはガンマスさん村人で人狼潜伏説もあり得る気がしてきた。そうですよ。じゃないとこんな状況さすがに抵抗してますから。はい勝利。ためらいなさすぎでは。正直今かなり心動かされてたから助かった。疑わしきは罰せねばなりません。グサオさんかなり迷ってたからいける気したのにな。私がいる限りそんな命乞いは通用しないぞ。で結局人狼はメテオさんとガンマスさんの二人だったみたいね。初手の乱戦でメテオさんお亡くなりになっていたようだな。さてそれじゃ2試合目。1試合目と参加メンバーと役職構成は全く同じになってます。さっきは予言者だったしそろそろノーマル村人もやりたいところ。この日は結構な確率で役職持ちだったからな。まあそろそろ村人も引くタイミングじゃ。なんてこともなく人狼とフラグ立ってましたね。相方は先ほど容赦なくキルしたガンマスさんね。まあそもそも相手側も騙そうとしてたわけだしおあいこ。そう考えたら許せなくなってきた。自分に都合よく解釈するのが上手。でもアイテムは不死のトーテムと最高の引きよ。まあ最高の私には最高のアイテムが似合うからな。自己肯定感高。自分が予言者です。霊媒師です。あれ今回も対抗なし。対抗なし来た。私たちが動画にしてる試合毎回対抗でなさすぎでは。もはやこれがデフォルト。とりあえずグサオさん占ってしろって出ました。はいグサオ白書く。じゃあグサオさんが暴れて容疑者をキルしてけばいいんじゃないですかね。グサオさんは白出てるけど一応強心者の可能性残ってるからどうせなら予言か霊媒に暴れてもらう方が安心だけどな。あ、まあ万全を期すなら確かにそうだね。ここら辺にいたら不死のトーテム要求されそうなのでちょっと白書くたちのところから離れておきましょう。この物乞いどもめ。とりあえずメテオさんと合流して一緒のとこにいるぜ。私不死のトーテム持ってるから攻撃されたら叫ぶわ。同じく自分が死んだらメメさんがキルしたと思ってくれ。近くにガンマスさんもいるので気を狙って動き出したいですね。オラお前が人狼だろ吐きやがれ。違うわやんのかこら。オラオラ茶番を繰り広げてますね。じゃあレイマリさんにグレイどんどんキルしていってもらおっか。レイマリさん、あれ？これレイマリさん返事ないけど生きてますか？レイマリさん。どうやらレイマリさんがいつの間にか暗殺されたみたいですね。多分強心者が裏で動いてくれてるのかしら。メテオさんなんかレイマリさん死んだっぽいぞ。そうっぽいね。とりあえず今回私とメテオさんは一緒にいたからキルはできないな。自分もさっきから二人の近くいるんで無理ですよね。そうだね。ここ三人は少なくともレイマリさんのキルには関与できないね。そこ三人無理なら消去法で全散とか怪しくなる気がします。え、何もやってないですけど。みぞれぐさは一緒にいます。じゃあ私たち視点これラテさんか全散が強心者か。ひな兄さんもいますけどね。少なくともメテオさんは強心者説なくなったからキル
許していいわね。今ねねさんたちがいるとこ見えたから合流するね。あ、そういえばひな兄さんもいたのか。いやでもひな兄さん結構怪しい位置だからな。でも僕今んとこ死んだ人に名前とか呼ばれてないですよ。それで行くならラテさんとかゼンさんとかも呼ばれてないし。そう言われると弱いけどな。ひな兄さんが狂信者ならここで何かしらのアピールをしてくれそうなので、アピールしてこないあたりひな兄さんは村人っぽいです。これもはやひな兄さん普通にキルしてもいいわけできそうだな。僕ささよなら。今何か言いかけてましたよ。一切の容赦なし。ひな兄さんキルしたぞ。え、なんでひな兄さんを。あれ、これ誰がキルしたんでしょうか。ねねさん、これ透明の人がいます。何？透明の人が今多分メテオさんキルしました。なんだって。多分これゼンさんからテさんが透明かポーション使ってますね。屈伸で挨拶しとこう。狂信者がうまいこと暗躍し続けてるみたいね。何が起きたんですか。今透明かポーション使った誰かがメテオさんをキルした感じです。そんで私とガンマスさんはそれ見て一斉に離れた感じだな。でガンマスさんと私はお互い見えてたからここは違う。そうですね、ここ二人は透明かポーションは使ってないです。じゃあもうこれゼンさんしかないじゃん。あ、じゃあ僕かもしれませんね。お、認めちゃったよ。まあでもこれゼンさんが狂人ならラテさん人狼ボイか。いや違いますけどね。って結局ひな兄さんはなんでキルしたんですか。あ、そうだな。だって私とメテオさんとガンマスさんは無理だからさ。消去法でラテさんひな兄さん全さんの宅になるわけじゃん。だからここ3人はとりあえずキルしといていいと思ったんだよな。そうとは限らない気がするけどな。というかもうこれ正直自分以外全員人材まであるでしょ。もう誰かいたらとりあえずキルするわ。ほっぱ、実際ここまで来たらもう全員キルし合う感じでいいですけどね。全然誰もいないな。ほんとずっと誰もいない。結構歩き回ってるけどこっちもなかなか見つけられないな。いやほんと広くてなかなか会えないですね。みんなどこにいるんだよ。隠れてばっかだなお前ら。まあ実際多分個室とかでガン待ちしてるんでしょ。とんでもない茶番が行われているわね。人狼陣営大集合でもはや緊張感もない。残り5分となり船の外に出れるその時を待っています。押し残り時間5分だからみんな今から外に出るぞ。これだけ芝居してるんですし少しでもラテさんの油断を誘いたいですね。あ、メメさんいた。で、おいメメさんこれゼンさんと一緒にいるじゃん。まあそりゃ人狼陣営なんで。あれというかガンマスさんも一緒にいる。まあそりゃ人狼陣営なんで。こいつらとはいえ相手の方が若干有利ポジションだなこれは。え、チョコのクマさん1ミリもためらいがないんですけど。灰になっててくさ。こうなったら私たちもトーテムを盾にしていくぞ。ほら、ラテさんこれで終わりです。終わった。詰めてくんの発表。いやというかこれゼンさん暴れすぎでしょ。ガンマスさんなんもしてない。やっぱクマって危険な生物だったんだな。このクマ、殺意しかない。試合中に大体明らかになりましたが役職内訳はこんな感じでした。霊媒の能力を使う間もなくキルされるみぞれさん。よしいるのだ。おし、そんじゃ本日最後の3試合目だ。役職はついに霊夢さんの待ち望んだノーマル村人ですね。アイテムは前回と同じく不死のトーテムって引き良すぎでしょ。尊重権限。ちな今回はメテオさんおらず狂信者が狂人になってる8人構成だぜ。霊媒師です。おいマジでみぞれさんの霊媒師率異常すぎるだろ。私たちの動画で大体霊媒師みぞれさんばっか引いてますね。予言者です。前さんが予言者ね。今回は前回みたいに暴走するクマは出なさそうでよかったです。じゃあラテさんでも占いしますかね。はい、ラテさん白でした。はい、隠しろ。じゃあとりあえず前さんみぞれさんラテさんは非人狼と役職持ちの2人にはあったらトーテム渡してもいいかもです。まあ最悪それまでは笛打たれてもトーテムで対応できる。トーテム持ってる相手を声上げさせずに仕留めるのは無理だからね。あ、ねねさんどうも。みぞれさんは霊媒師だったな。じゃあいいものをあげようじゃないか。お、何かくれるんですか。ほらよ、感謝して使うんだぞ。ここで不死のトーテムくれるのは結構白いですね。あ、ラテさんだ。なんだ数が高いな。私は今隠しろ。レイマリさんをいつでもキルできる立場にいるんだぞ。やれやれ。恐ろしい狂犬が振るわれようとしているな。隠しろによる支配に逆らえば未来はありません。おいどうした、何があった。ラテさん本当にレイマリさんキルしたんだけど。え、そんなことある。動き始めるにしてもさすがに早すぎるだろ。こうなってくるとラテさん狂人もあるな。予言者から白出しもらってる狂人とか怖すぎますよ。まあでも一応レイマリさん霊媒師の能力で白黒見ておくか。そうですね、今後使えず終わる可能性もありますし。レイマリさんはレイマリさん人狼。レイマリさん人狼です。おいまだレイマリさん何もやってなかったぞ。罪を犯す前から処罰対象。え、でもなんでラテさんはレイマリさんをキルしたんですか。いや自分が隠しろだからいいかなって。怖すぎでしょ。人の命を奪う理由がこんなんであっていいのか。疑わしきは罰せずですよ。あんたらは人のこと言えないけどね。まあでもこれラテさんが狂人でキルしたらたまたま人狼だった説あるよな。だとしたら悲しすぎる。おらひな兄さんもみぞれさんにアイテム渡せようら。カツアゲされてるよ。こんなにアイテムもらっても使う前に終わりそうですけどね。あ、ヤバイブサオさんが撃ってきてます。じゃああ、死んだか。早かったですね。いやまあとりあえずこれでグサオさん人材は確定したな。グサオ白ですけどね。なんだったら占ってもらってもいいですけど。もう予言使った後だし全産死んでますけどね。暴れ出したタイミング的にもグサオさんは狂人っぽいわね。まあであったらキルすればオッケー。とりあえず今全産とレイマリさんが死亡、そしてレイマリさんが人狼だったので残り1人狼。盤面に隠しろはラテさんとみぞれさんのみという状況です。正直ひな兄さんも私視点かなり白いけどな。カットしたけどかなり背中見せてたけどキルされなかったし。となると消去法的にガンマスさんかグサオさんになるけど、まあ一応ひな兄さんの線もあるから警戒しながら行こう。あ、これまずい。どうしたんだ。外側からしか開けれないとこに入って自分で扉閉めちゃいました。何やってんの。これもう誰かが来ないと一生出れない状況になってます。すみました。もう仕方ないな。コマンドで私のところにワークさせてやるから感謝しろよ。感謝永遠に。本来試合中はコマンド禁止です。いやでもさっきの部屋は自分が悪いというよりはなだけどな。あんなのみんな引っかかっちゃいますって。というか一応転校するか。伊達さん、おいまた死んでんじゃん。
ラテデイス生きてます。声変わりかな。グサオさんが死者を冒涜してるな。というかラテさん声も上げずにキルされてるんやね。使えないやつだぜ。死者を冒涜してる。あ、ほらほらこの奥ですよ。この奥に閉じ込められる即死トラップがあるんですよ。トラップというか自ら扉を閉めただけだけどな。ほらこうしてレバーでここの扉を開けるじゃないですか。ふむふむ。そして中に入ってから閉めたらもう出れないわけです。見れば見るほど自分で引っかかりはしなさそうですけど。やっぱガンマスさんがなんていうか少しバカなだけかも。オブラートに包めてないわよ。ほらちょっと一回実際に中に入ってみてくださいよ。中に入ったら確実に扉閉めてくるやつじゃん。いやいやそんなことするわけないじゃないですか。って危な。今容赦なくもう一度閉じ込めようとしましたよね。いやいやまさかそんなことするわけないじゃないですか。あ、みぞれさんが。あ、で、出れない。バカなの。これでもうみぞれさん自分では外に出れないわけです。監禁開始。ていうかその3人の中に人狼いたら暴れてくれませんか。自分もそっち向かうので。狂人がなんか言ってら。ってガンマスさんなんでポーションを構え始めて。ほら即死ポーションくらえ。本性出したなこの野郎。じゃ先に出して。私が勝つから安心して待ってろ。よっぱ、おい今の即死ポーション当たってるでしょ。当たってない、それが事実です。これでメメさん仕留めたらみぞれさん閉じ込めてるから勝ち確だったのに。とんでもない戦法できたな。今回の役職内訳はこんな感じね。まあグサオさん狂人と。じゃ、今回の動画はこれで終わりにすっかな。高評価とコメント、チャンネル登録とツイッターのフォローよろしくね。それじゃまた次回の動画で、さらばだ。よし、それじゃ久々の久々にマイクラ人狼やっていくぜ。前回動画出したの年明け前だからね。マイクラもやってはいたけど、かくれんぼの動画作るのが楽しすぎました。今回の参加メンバーはこちらの8人。役職は8人のデフォルト配役、狂人入りの構成ね。さーて、それじゃ早速全員キルしてやるとするかな。まだ役職すら決まってませんよ。それじゃいつもの高評価ボタンよろしく。恒例行事の小じき、実家のような安心感。はい、それじゃ1試合目の役職は村人と。配布アイテムは殴った相手を一撃でキルできるダイヤの句は、新年おみくじ成功。というかなんか開幕早々弓矢の音が聞こえるんですけど。なんか上の階から聞こえますね。まだ予言者すら出てきてないのにもうバトル勃発してるんですか。いや撃ってるの自分です。扉の前固めようかと思って扉に向かって一生撃ってます。む、ここに弓矢が刺さってますね。いやあ、グサオさん、グサオさんに殺される。いやいや、違う、壁を撃ってるだけだから。やってることが異常の一言に尽きるんだが、落ち着きがないとかそういうレベルじゃないわね。挙動不審すぎません。グサオさん一旦落ち着いてくれ。隣でひたすら弓の音聞こえてきて落ち着けないんですけど、もうとりあえず出ときますけど予言者です。みぞれさん占って白でした。僕が霊媒師です。じゃとりあえずグサオさんの気候は置いておいて、伊達さん、みぞれさん、ひな兄さんは白役職って感じですね。対抗がいないからここ3人は村側と見ていいな。ま、みぞれさんだけはまだ狂人の可能性があるけどね。もうグサオさん処理してもいい気がするんだけどダメ。一人キルして霊媒師で結果見るのはありだと思うので。グサオさんをキルするのはあり、グサオさんも一遍死んで楽になった方がいいんじゃないですか。ひどすぎない。まあ仲間から疑われるのは辛いからな。確かにキルして疑いを晴らしてあげた方がグサオさんのためかも。ほらまたメメさんにキルする口実を与えちゃってるじゃん。即死ポーション持ってる人グサオさんの部屋に投げ込んでください。まだ誰もキルしてないのにみんな疑いすぎじゃない。まだってことはこれからキルするつもりってことですね。語るに落ちましたねグサオさん。違うよ、これは完全なる上げ足取り。ただこうやって扉前で弓矢一生撃たれちまうと、正直外からの対抗策があまりないのが現実なんだよな。わ、メメさん、ひな兄さんは霊媒師だからキルしちゃダメでしたね。まだ理性があってよかった。あれ、霊マリさん、む、どうやら状況が動いたようですね。透明の人、透明ポーション使ってる人がいます。とりあえず私とひな兄さんは一緒にいたから白をもらえそうだな。そうですね、メメさんは近くにいるんで透明にはなってないです。自分とみぞれさんも違うし、グサオさんも部屋にこもってるから怪しいけど透明にはなってない。となると消去法でメテオさん加減さん。透明になった状態で入ってこられたら困るし、入り口のところでひたすらグワ振って待機しておくか。それでひな兄さんがこっち来たらどうすんのよ。その場合は必要な犠牲ってことで。済むわけないでしょ。ちょっと外の様子を。でひな兄さん死にたいんですか。今僕死ぬとこだったの。うわっと危ない。グサオさんグサオさんが今こっちに向かって弓撃ってました。撃ってないよー。怪しいとは思ってたけど本当に人材っぽくて草。メテオさんも撃ってきてる。とりあえずグサオさんとメテオさんは人材確定ね。グサオさん部屋から出てるな。む、また元の部屋にこもる体勢になっちまったか。証拠りもなくまた部屋の前に弓矢撃ちまくってるわねこれ。メテオさんも撃ってきてるから今処理しました。2コマ漫画かな。グサオさんのいる場所は分かってるので何とかしてキルしたいですが、でもあんだけ扉前でガン待ちされたら厳しいわね。私にいい考えがある。何かこの状況を打開する方法が。グサオさん私は味方だ。一体何を。なるほど、狂人のふりをして近づこうってわけですか。いやでもそんな騙されないでしょ。え、メメさん狂人なら狂人って言ってほしい。あ、そうだ。うわでもちょっと怪しいな。メメさん狂人らしいですね。出会い次第始末します。人狼には疑われて村人からは敵認定されてるけど。いて聞こえ。いやこれでも今更村人って言ってももう仲間たちに信じてもらえないだろうし、疑いを晴らすにはもうグサオさんをキルするほかない。しかしもう私たちはあまり信用されてないみたいですし、今も弓矢を構えてる音が聞こえてきてましたよ。こうなればあとはもうかけ。ほらグサオさん、これを授けます。死にない通のふり。死ぬほど露骨。あ、これは狂人っぽい。信じてるっぽいぞ。ちょっと心配になってきました。壺とか買いそう。さて弓矢を撃つのは一旦やめたようだし、残念だがこれでさよならだ。うわー、騙されましたねグサオさん。嘘をつくのは人狼だけじゃないですよ。トムとジェリーみたいな作戦やめろ。騙すの、ま、この作戦はなかなかやる。村人が今までこうして嘘をついた前例がなかったから、うまいこと作戦がハマったな。ちなみに役職内訳はこんな感じになってました。それじゃ2試合目いくわよ。
さて2試合目は人狼。仲間は全さんですね。ちなみにこの試合はガンマスさんが追加されて9人。なおかつ狂人が狂信者に変更されているわ。うわ、みぞれさん近い近い。私霊媒師なので近寄らないでください。はい。開幕から完全拒絶でくさ。まあ役職引いてたらこういう対応になる気持ちはわかる。霊媒師はラテさんとして予言者は誰なんですか？はいはい。メテオさん占ってしろ。はい、しろありがとうございます。みぞれさん持ってるアイテム置いてってください。わかりました。開幕早々拒絶からのカツアゲが横行してます。役職持ちとはいえここまで横暴な振る舞いを許していいのか？今こそ私たち民草の力を見せつけてやるべきでは？革命はお一人でどうぞ。今レイマリさんとひな兄さんが近くにいます。対抗も出ないようなのでとりあえず状況は固まったようですね。みぞれさんじゃあ先に前歩いてってください。自分後ろからついていくので。わかりました。拒絶かつ上げ肉壁の3連コンボが決まったな。あまりにもひどすぎる。というかめちゃんこここに人集まってるみたいですね。グサオさん串のトーテム持ってるって。なに？え、なんか無言で近づいてくるんですけど。なに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 ？武器を構えてないだけに逆に不気味。今グサオさんに壁ドンされてます。今ネネさんに壁ドンしてます。あ、今レイマリさんキルしたわ。フラッシュボム投げてきたから。フラッシュボムは視界を少しの間奪うアイテムですね。レイマリさんのことだから村人で遊んでただけなんだろうな。他の人にならともかくラテさんにやったのはミスだったわね。ラテさんは子供のいたずらにもガチでブチ切れて親に連絡入れるタイプだからな。凄まじい偏見と風評被害。あれ？というかみぞれさんがラテさんのいた部屋に入っていった？これはもしかしたら報復しに行ったのかもしれません。まあ報復されるだけの理由はあるわね。これでラテさんが死んでたら多分みぞれさんが狂信者だな。今ネネさんの肉壁してます。ネネさんは私が守る。何がグサオさんをこうさせるんだ。さっき私たちに騙されたのにけなげな立ち回りだな。まあ時系列的にはこの試合よりさっきの試合の方が後だからね。編集のご都合。とりあえずラテさんにレイマリさんの中身見てもらいます。ラテさん、ラテさん、ラテさん、どうやらすでに狂信者に処理されてるみたいだな。となるとみぞれさんが狂信者かしらね。私たち以外誰も気づいてなさそうですし黙っていましょう。とりあえず自分とネネさんは関与できませんよ。そうですね、私とグサオさんは二人とも一緒にいたからキルする暇はないです。自分もネネさんたちと近くにいたし無理じゃないですか。ライン繋げに来たな。グサオさんに疑われたらあれだし完全には繋げない方がいいかもね。まあ確かに近くにはいましたね。白いとは思います。自分はメテオさんとずっと一緒にいましたよ。そうだね、全さんは今回無理。じゃあガンマスさんしか残ってなくないですか。いやみぞれさん、ガンマスさんは予言者ですよ。そうそう、となるとマリさんすでに死んでるし候補もみぞれさんだけ。いやひな兄さんもいるわよ。ナチュラルに忘れられるひな兄さん。グサメメのラインでかばい合ってる線もあるか。いやそのラインはみぞれさんが否定してくれるはずだけどな。そうですね、自分視点でその二人ずっとエントランスにいたので。だからメテ全のラインをケアしなくてもいいのならひな兄さんとみぞれさんのロラで確定一人材持ってけますよ。実際間違ったことは言ってない。みぞれさんが暴れ始めたらこっちも援護してやるとするか。あれじゃあもうロラならひな兄さん撃っていいんですよね。みぞれさん撃っていいんですよねって言いながらすでに構えて撃ってきてる。あ、すごい相打ちしてる。器用な死に方するな。サポートする時間すらなかったな。初手不意打ちを外しちゃったのが大きかったわね。ま、じゃあこれで一人材は落ちたと。実は相打ちになったの自分今見てなかったんですけど。ネネさんがやった可能性ある？いや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 、仮に私が残った方キルしてたとしてもドラ完遂ってことで別に報告しない理由ないです。まあそれは確かに。これで今残ってるのメテオグサオメメントガンマスゼンコパス。ガンマスメテオは予言者とその城で弾けるとしてグサオメメントゼンコパスの3人か。グサオさんが即死のポーション構えながら近づいてくるんですけど。いやだってもうこんなの全さんが人狼でしょ。なんで私たちこんなグサオさんに信用されてんの？わかりませんけど都合いいので黙っときましょう。多分これまで何回もキルできるタイミングあって未だ動いてないからじゃない？動いてないというより村が勝手に人数減るまで待ってるだけだけどな。まあ大抵の場合ある程度時間が経過するとバトロは始まりますからね。ほら全さん逃げずにおとなしく始末されてください。全さんキルされたら困りますしそろそろ動きますか。当然のごとく外す。まずいまずい。ああ、なんで急に左の通路に入るんですか。え、何回も撃たれてたんだけど誰？全さん。え？全さんが撃ってました。いやいや違う違う。仲間を差し出すゲド撃った。いやでもこれさすがに信じてもらえないだ。やっぱ全さんじゃん。え？全さん人材ね。いや本当に撃ってない、撃ってないです。普段悪いことしてないはずなのになぜか信用されていない全さん。くさ。マイクラ人狼だとたくさんキルするイメージが強いせいかもです。オラオラ全さんを追い詰めろ。もう騙されんぞ全コパス。ネネさんは私が守ります。あ、ありがとうございます。笛を撃ってキルしたいけど今串のトーテム持ってんだよな。全さんはこの部屋にいます。ああもう正当防衛正当防衛。これでグサオさんキルしても正当防衛ね。串のトーテム構えたままでなかなか隙を作ってくれなけ。え？どうなったのこれ。とりあえずグサオさんは死んでましたね。これ全さんは？あ、死んでるやつだこれ。グサオさんのポーションと相打ちしちゃったみたいですね。いやでもこれ全さんとグサオさんが相打ちしたこと話したら残るのメテオさんとガンマスさんだけで私たち人材確定になるわよ。ここは仕方ないから一芝居演じるほかあるまい。メメさんどうなったの？いや今グサオさんがポーション投げたんですけどそれで自爆しちゃったみたいです。なので全さんはこの部屋こもったまま隠れてます。すでに死亡した全さんの死体を盾にする鬼畜の所領来た。何やってんねん。メメさんもキルしたいなこれ。いやいや全さんさっき普通に弓矢撃ってましたからね。いやメメさんは無条件で怪しいから普段さんざんキルしてるからガンマスさんに疑われてるな。これメテオさん一度集まって一緒に行きましょう。オッケー。まあでもどちらにしろ先全さんはキルしときたいけどね。いやこれすでに全さん死んでてメメさんが待ち構えてる可能性があるんですよ。完全にその通りでくさ。30秒を。
あんたにプライドはないの？もうこうなったらガンマチしかないでしょ。今から二人がこっちに来るのは確定だからな。とりあえずガンマチで人数振りをどうにかしよう。メメさんは今さっきいたとこにいるんですよね。いや私はもう離れてますよ。って扉開いた。ガンマチさんが開けたみたいだけど。あれ？これもしかしてここの位置いたのバレてない？じゃあもしかしてそのまま奥の部屋に探索しに行ってる？今出れば後ろから笛を打てるのでは。いただきます。え、あれ、ガンマスさん、ガンマスさん、おい死んでんじゃねえか。じゃあ多分前さんにキルされちゃってるんじゃないですか。前さんの亡霊を使い倒してる。魂がすり削れるまで使い潰すつもりだな。まあ前さんが生きてるのは普通にありえる話ではあるけど。でしょ。でもメメさんと会ったら撃つけど。ひどい。どの口で言うんだ。ま、撃たれるのならこっちも当然撃つけどな。バイバイ。はい、勝利。途中一回はぐれて死ぬほどグだったので大幅カットされた現実。これで負けてたら前さんに合わせる顔がなかった。ていうからてさん、自分フラッシュボムあげようとしただけなのにキルするのはひどくないですか。いや、投げようとしてるようにしか見えなかったわ。あれはレイマリさんが悪い。謝れ。しっかり謝罪要求。喧嘩もそこそこに3試合目いくわよ。はい、じゃ3試合目は打って変わって7人構成。さっきのメンツからグサオさんとガンマスさんを引いて、強心者と霊媒を抜いた。めちゃくちゃ基本的な構成になってます。村人同士が殴り合うバトロは速攻で開始しそう。私たちは猿ではありません。こんな原始的な構成でも議論を基本とした理性的な試合を見せてあげますよ。すがすがしいまでの振り。はい、それじゃ試合開始で村人と。アイテムは棒をつけてますね。はい、予言者引き。そしてメテオさん占って白でした。黒引いてないのかよ。君にはがっかりだよ。白引く確率の方が高いから仕方ないです。おい、みんなメテオ白もらってるからな。逆らうんじゃないぞ。今回は強人がいないので本当の意味での隠しろですね。特権階級隠しろ。メテオさん隠しろだからもう暴れ散らかしていいよ。まあ私は自分がやられそうになったら隠しろであろうとキルしますけどね。バーサーカーかな。ほら僕背中見せるよ。白だからね。ひな兄さん必死の白アピール。あ、ゼンさんなんで逃げるんですか。あ、いや別に何で。ちょ、まあ、ほら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 。悪は滅びました。完全に原始人。よし、みんな前さんやったぞ。え、なんで前さんを。人はどうせいつか死ぬので。キルコッパ。え、普通にメメさん怪しくない。まあ怪しまれてもいいですよ。どうせ隠しろにあったらキルされる身分なので。いやいや、隠しろだからってそんな理由なくキルしないで。あ、ひな兄さんキルした。起きてるな理由なきキルが。まあでも冬に見かけるクマは危険らしいですしね。二足歩行水色のクマは例外。でも確率的には悪くないけどな。私たちと隠しろ除けば2分の1だぞ。前さん人狼であってください。てラテさん、ラテさん、ラテさんが撃ってきてます。正義の決意。あ、相打ち。というか試合も終わってて草。前さんとラテさんが人狼だったみたいね。これはさすがに抗議案件。ということで本日はこれで終わり。高評価とコメント、チャンネル登録と Twitter のフォローよろしくね。それじゃまた次回の動画で。さらばだ。さて本日もマイクラ人狼やっていくわけだが、マップが結構変わったので説明。お、このマップはなんだか見覚えがあるような。既視感がすごい。何を隠そう、エイペックスのマップ。ワールズエッジのフラグメントを再現した配布マップだ。すごい完成度ですね。お借りした配布マップ、データパックは概要欄に記載してるわよ。で、今回は他にもエイペックスっぽい要素を採用している。それが縮小するアンチ要素だ。スタート位置を中心として徐々に活動できる範囲が狭まっていくぞ。アンチ外に出ると数秒で死んでしまうので、縮まるアンチ内に入るようマップの中心へと移動していく必要があります。ハイドしてるだけじゃダメってなったのはいいわね。それと1試合目の参加者はこんな感じのメンバーになってます。役職構成はこんな感じになってるわよ。回答は一度だけ前にやったことがあるが、他の人と役職を交換できる村役職だな。人狼と交換した場合は当然人狼側になっちゃいますけどね。なお交換された相手側は交換されたことに気づけないから、そこら辺が結構難しいところ。さて役職をもらったな。役職は人狼、仲間はラテさんとハチマンさんですね。ゲーム開始してからみんな離れた後、探偵が能力を使用し、アイテムが配られたら試合開始よ。今回はフラグメントの駅側に移動するとしようかな。初動強人にいきなりキルとかされたくないですし、できれば仲間とかと合流した状態で始めたいですね。開幕無言で速攻サイレントキル決める強人とかいるからね。物騒この上ないぜ。そういえば今度こそサブチャンネル作るかも。作る作る詐欺。作ったらチャンネル登録よろり。それとこの動画に高評価もよろしくな。強欲なツボ。はい、じゃあアイテムが配布されて試合開始と。初動で配布されたアイテムは盾ですね。正面からの弓矢を防ぐことができるアイテムね。まあ悪くはない引き。とりあえず先に出ておきます。回答でした。グサオさんと交換してグサオさん村人でした。ほう、まあ初手で即出るなら本当に村人と交換してるんでしょうね。人狼と交換している場合はだんまり決め込んでる可能性が高い。適当に誰かと交換しましたって言って役職持ちだったら破綻しちゃう可能性あるからね。ま、とはいえ人材と交換してて適当に村人と交換したって言ってるだけの可能性もありますが、それを追うのはもう少し怪しい要素が出てきてからでいいでしょう。メテオ今回霊媒師ね。自分占い師でレイマリさん占って白でした。他に役職が出ないようならとりあえず盤面は固まったな。単純に村目線から考えると、回答と交換された村人のウパさんとグサオさん、霊媒師のメテオさん、占い師とその白のガンマスさんとレイマリさん、合計5人白役職が透けている状態になってるわね。強人が占われてないのならグレー15人のうち4人は人材です。とんでもない圧迫盤面。え、グサオさんなんで撃ってくるんですか。いやもう私ほぼ白だし暴れちゃって大丈夫でしょ。ひな兄さんは白出てないし、白出ているかいないかで格差が生まれていますね。階級制度はどんな状況でも生まれてしまうものなんだな。ちょっと待ってください。貢ぎ物があります。まあじゃあとりあえず受け取るとしましょうかね。いつも通りの光景ですね。カツアゲが日常的に横行してるの治安悪すぎでしょ。ラテチャンネルがなんか戻ってこれないところ起きたぞ。終わった。ここから先は飼い殺しです。おい何やってんだお仲間。もともと人狼やるように作られたマップじゃないですからね。起きたら終わりの沼地も存在しています。うん、できたらサイレントで白隠
を処理していきたかったが、なんか今回みんな固まっちゃってるみたいね。さすがにこの状況で死人なくキルを通すのは不可能ですね。ハマってるラテさんどうします？もう置いてっちゃおうぜ。おい置いてくな。アンチで死んじゃうだろ。あ、やばいラテさん撃ってる、ラテさん撃ってる。おい今ラテチャンネルこっちのこと狙って撃ってたぞ。ラテさんが暴れ始めたようですね。ただラテさん上がれない位置に落ちてるから暴れてもな。幼稚園児のぐるぐるパンチくらいの効果しかなさそう。で、なんか今横をすごい速度で電算飛んでったぞ。あれはすごいちくわのノックバック効果ですね。殴るととんでもなく弾き飛ばされます。なおダメージはほぼない。ラテさんここの下にいるのか。助けたいですけど、あ。ラテさんやりました。四方八方から逃げ場のない位置で囲まれて最後はキルされる。これが人狼に生まれた罪だというのか。正義が何なのかを考えさせられる光景でした。じゃ、霊媒でラテさん見ますね。お願いします。お、ラテさん人狼。いいね。ラテさん人狼なのにあそこハマってたの笑うわ。置いといてもどうせ勝手に死に行く定めでしたね。一人くらい持って行ってくれたらと思ったけど無理だったか。ここでラテさんキルするなら霊マリさんは狂人じゃないんでしょうね。となると狂人はひなにいか前さんのどちらかだな。あとはどのタイミングで動き始めるかってとこだが。もうこれ前さんとかキルしちゃってもいいでしょ。そんなまだ何もやってないのに急に。あ、前さん弓構えてる弓構えてる撃ってきてま。あ、死んだなこれ。となると前さんが狂人みたいね。オッケー、今前さんキルしたよ。そして瞬時に散ったみたいね。どういう状況ですか？前さんが今ウパさんとひな兄さんキルしてたから、その前さんをキルした流れ。展開が恐ろしく早いな。というかもうグレイ1私たちと八幡さんしかいなくなってるわねこれ。あ、ほんとですね。そろそろ動かないと私たちもロラされるかもしれません。あ、これ八幡宮、八幡宮。八幡宮、やるんだな。今、ここで。勝負は今、ここで決める。ここは外せない。よし、霊マリさんを処理。やばい、八幡宮、八幡宮。オッケー、八幡さんね、グサオさん。一瞬のうちに蹴りついてくさ。後ろから霊マリさんとグサオさんを速やかに処理できたわね。よし、やったぜ。ここら一体全員死亡したけど誰生きてるんだこれ。多分ラテさんが誰もキルせず死亡。前さんがひな兄さんとウパさんをキル。八幡さんがメテオさんをキル。私たちがグサオさんと霊マリさんをキルしたから、残り八幡さんとガンマスさんだけね。途中から展開が爆速でしたね。これ自分全然誰とも合流してないんですけど、一体何が起きてるんですか？あ、ガンマスさんいないと思ったら違う場所にいたのか。じゃあここは八幡さんに容疑押し付けて知らん顔しとこう。八幡さんとか前さんとかひな兄さんとかが暴れ散らかしてたんですよ。私はちょっと離れてたので戦闘には参加してませんでしたが、バリバリ参加してたけどね。多分戦闘の結果八幡さん以外全員死亡しました。なるほど。騙されないでガンマスさん、これメメさん人狼ですよ。いやメテオさんがさっき八幡さんって叫んでたでしょ。みんなが話してた内容的に八幡宮さんが敵っぽいですね。そう、我らの敵は同じ、共に八幡宮を討とう。今回は信じますよメメさん。有効の証に盾を渡しておきます。お、ありがとうございます。ほいっと、どうぞ。じゃあ遠慮なくもらいますね。かかったな、間抜けね。こいつ、何回やるんだこの流れ。やっぱ日頃の行いがいいと信じてもらえますね。どんな盤面からでも返せるマイクラ人狼のいいとこ出たな。まあ最悪プレイスキルでゴリ押せばなんとかなるからね。これは白角になった村側があまりにも弱すぎました。気合い入れろ。さて2試合目だ。次は何を引くでしょう。ここは狂人か怪盗を引きたいところ。狂人と怪盗、楽しそうですもんね。一番責任なく好き勝手に動き回れるからね。ナチュラルクズ発言って、引いた役職は占い師と。じゃあ能力使う前に死亡すると絶望村になるので、初動は安定して能力を使える建物の中に移動しておきましょう。アイテム配布されたし怪盗が能力を使用したようだな。霊媒怪盗は占いたくないので役職カミングアウトを待ちましょう。はい、霊媒師です。怪盗です。ガンマスさんと交換して村人でした。じゃあそこ3人は避けて占った方がいいわね。1試合前に相打ちした前さんでも占っておくか。この日前さんとは2回相打ちしています。はい、私占い師です。まだ占ってないので今から占いますね。対抗は出てきていないようだな。じゃあ自分霊媒なのでやられないよう引きこもります。前さんは2ページ目か。単純に今4人白が出てるから、グレイは6人、そのうち人狼は3人、つまり半分の確率で人狼を占える形になるわね。あ、前三人狼、前三人狼、前三人狼でした。いや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 、そんなわけないじゃないですか。前三人狼ね、オッケー。前三人狼か、そんな気はしてたよ。まあ熊だし人食うよな。熊に対する偏見が凄まじい。まあ今回は占い師の対抗がいないのでメメさん死んで確定。よって前三人狼も確定です。前三人狼把握。メメさんいつも人材で騙してるからここしろって情報は大きい。失礼な。私はこれまで一度も村民を騙したことなんてありませんよ。一試合前ガンマスさん騙してたでしょ。いや実際八幡さんは人狼でしたし、最後盾も上げてたので嘘はついてないです。圧倒的ヘリクツ、とっとと前さんを救しに向かいたいところだが。初動どっちに向かってるか見てなかったので、探すにしてもなかなか骨が折れそうです。まあとりあえず私たちは不意打ちだけされないよう索敵しつつ移動しましょうか。声を上げずに死ぬと村目線情報皆無ですからね。やると村全体から無能認定されること間違いなし。先端探しが基本。前さん誰か見ました？いません。上から見てる限りだと前さんスタート位置近くはいないですね。おいおい、いつまでそうして隠れ続けるつもりだ。そうしてこれから先の人生も同じように隠れ続けるのか。とんでもない言われようで草。むむ、今後ろから弓矢が飛んできた音がしましたね。マップ端っこの工事現場みたいなとこから誰か撃ってきてます。自分とグサオさんは一緒にいるから違います。いやというかこれはおそらく前さんだな。高い安全な位置から撃ってくるとは卑怯者め。恥を知れ。いやいや、自分が弓矢なんか撃つわけないじゃないですか。黙りなさい確定人狼。そうして一生安全地帯に引きこもっているのがお似合いです。あんたら与えられた役割に入り込みすぎてない？さすがにここからあの位置の前さんをキルするのは難しいし、どうしたもんか。とはいえやり返さずにいると舐められて一方的に撃たれるので、当たらずとも位置を撃ち返しておきましょう。うわ、今割と危なかったんですけど。いやまあそりゃキル
するために撃ってますからね。今前さんがいる方マップの端っこ側だし、無理に詰めなくてもアンチで移動しなきゃいけなくなるはず。だから詰めて登ったりせず降りてくるの待ってた方がいいな。松？私の知ってるマリサは松なんて高度なことできないはず。他の人はごまかせても私はごまかせないわよ偽物。今喧嘩売られてる？お、ガンマスさんいいもの持ってるみたいですね。その節のトーテム占い師のメメント森に渡してください。いや今回自分も白角ですよ。そういえばガンマスさんも回答に交換された村人って話だったな。今回はガンマスさん確定で味方なんですね。まあじゃあ見逃してあげます。カツアゲ被害に遭うとこだった。前さんもともといたとこアンチでかなり追いやられてますよ。下降りてきてるからみんな気をつけてください。前さんがやられるのももう時間の問題ですねこれは。あぐ？あれ、ウパさん。ウパさん死んだっぽいな。儚い散り際でしたね。ラテさん右の建物にいるな。今回はネームタグ隠してないから、中にいてもある程度仕掛けが見えちゃうからね。ラテさんグレイ1でしたよね。持ってるアイテム扉の外に置いといてください。お、カツアゲが再開されてる。グレイ1が爆弾を抱えるのは不安要素なのでね。これは村全体のための措置です。自分持ってるアイテムちくわですけど大丈夫ですか？仮にちくわだとしても逆に言えばそれ以外のものを持っていないという証明になるので、置いておいてください。じゃあ扉の外に置いておきます。カツアゲ成立。これがメメ村の闇。扉の前に置いて離れておいてください。グレイ1はかけらも信用しないこの姿勢。自分がいつも暴れてるだけにこういう時の警戒心は異常に高い。ちくわはちくわですけどすごいちくわなので悪くはないですね。確か完全に無能力のちくわも存在してるからな。いわゆるハズレアイテムね。というかウパさんがやられちゃってるみたいですし、そろそろ私自ら前さんを一目に行くとしましょうか。前さんの位置わかります？前さんは鉄骨の建物あたりですね。そろそろ村人同士も潰し合っていい時間帯だな。バトロワを解禁するぞ。そうしておかないと人材の不意打ちで先にやられちゃうからね。オッケー、じゃあ戦います。俺も喉もあっちに前さんいるぞ。戦え。自らは戦いに出向かないその姿勢。あれ、というかそこの左前あたりにメテオさんいたよな。そこの位置からなら普通に前さん見えそうだけど。メテオさんが前さんの位置を把握していないというのは嘘っぽいですし、メテオさん人材っぽいですね。人を人材呼ばわりとは失礼な。まあでも先に前さんです。どうせここの奥にいると思うので。アンチも見えるとこまで迫ってきているみたいだしね。アンチ際に沿って移動してきてる感じかな。それならそろそろ視認できそうですけど。お、前さん発見。この距離ならおそらくアキラからもすでに気づかれてますね。ただポジション的には私たちのが有利な位置だな。微妙に車線が通ってないですね。まあでもあっち側からも顔出さなきゃ撃てないからね。オラオラ前さん最後まで引きこもってていいのか。もうそろそろアンチも来ちまうぞ。私たちはまだ安全にアンチ内に戻れるルートがあるけど、前さんは私たちをキルしないと射兵のない場所を走らなきゃいけなくなる。勝負はここでつけます。引き絞って、よし仕留めました。これはなかなかいい狙い撃ち。今どんな気持ちですか？あ、俺、心の行くままに。実家のような民度の低さ。実家の民度もっと高くして。みんな、前さん仕留めましたよ。ナイス。アイテム2つ持ってるし、やはりウパさんは前さんにやられたようだな。ちなみに右手にアイテム持つの禁止なんですけど、完全に忘れて装備しちゃってます。ルール違反する尊重きつ。いやまあこの盾を生かすことはこの試合中なかったのでセーフセーフ。さてじゃあ次はメテオさんを処理することを考えようか。前さんの遺体奇跡にやはりメテオさん人材っぽいですからね。普通に索敵してたら前さんの位置くらい把握できそうだもんね。む、メテオさん、メテオさん武器以外のアイテムを構えてください。弓矢を持っているのなら攻撃の意思があるとみなします。わかったから撃たないでね。メテオさん警戒されすぎてて草。じゃあその状況で先にアンチ中心方向に歩いていってください。私が後ろからついていくので。オッケー。それと今ラテさんやりました。村人同士はキルしてもいいって話聞いていたので。まあ今回ラテさんなんか動き怪しかったからいいんじゃない。八幡さんもやっていいよ。今八幡さんもやりました。あれ、それでも終わらないんだ。ならこれ残ってるグレイもメテオさんとレイマリさんだけだな。メテオさん人材濃い目だしここに人材だった場合困るので合流する前に処理しておきましょうか。最悪レイマリさん狼でもガンマスさんと2対1の状況だしね。それじゃ悲しいですが、さようなら。え、不意打ちこそ我が波動。八幡さんもラテさんも両方人材だったみたいですね。まあ何にせようまくいってよかったわね。ということで本日はこれで終わり。高評価とコメント、チャンネル登録と Twitter のフォローよろしくね。それじゃまた次回の動画で。さらばだ。始まりました、マイクラ人狼。本日の参加メンバーはこちらの10人。役職構成は前回と同じくこの構成。一時停止推奨。ってことで早速ゲーム開始。役職は人狼。仲間はひな兄さんとメテオさんのお二人ですね。今回はできれば初動から一人くらい持っていきたいところ。ということでミゾレモンと近い位置に待機。いつも通り標的となるミゾレモン。まあ今回は走っていく方向が偶然一緒でしたからね。もらえたアイテムは盾。開幕即キル決めるなら即死ポーションが嬉しかったけど。解答解答解答。なんて、開幕役職カミングアウトラッシュ。ミゾレさんが霊媒師なのは聞こえました。声を上げさせずにキルします。お前を殺す。え、ねねさん人狼。皆さん人狼か。なかったことになりませんかね。なるわけないだろ。完全に名前呼ばれて人狼って叫ばれちまってたぞ。うるさかったとはいえさすがに全員に聞かれてそう。まあでもこうなったらもう全員消すしかないですかね。ジェノサイド吉影やめろ。いやだってもうこんなの他にどうしようもないで。みぞれさんがめめさんを占って人狼だったそうです。他の人のカミングアウトはどんな感じだったんでしたっけ。え、なんかみぞれさんが占い師ってことになってるぞ。みぞれさんの死に際の言い方的に勘違いされてるっぽいわね。でもみぞれさんが占い師でも私に黒出ししてキルされてたらどちらにしろ。あ、どうしたメメント。いやここ私が霊媒師を名乗れば乗っ取りいけませんか。どういう理屈で。いやほらみぞれさん占い師って勘違いされてるけど霊媒じゃないですか。ってことはこのまま黙ってたら村目線霊媒師いなくなるんですよ。はーん、なるほどな。私たちが霊媒師かつ偽占い師のみぞれもんが私たちに黒出ししたからキルしたっていうわけだな。いやその言い訳通る。初動カミングアウトなんてうるさすぎて誰も正確には聞こえてないのでいける気がします。自分
が回答です。グサオさんと交換して村人対抗出てきてるみたいですが、自分が占い師でまだ誰も占ってません。占い師が2人に回答が1人ですね。じゃ霊媒師は？どうも私が霊媒師です。果たして通るのかこの主張。メメさん霊媒師？じゃあみぞれさん破綻してるじゃん。と通ったー。そうそうそうなんですよ。みぞれさん破綻したので今私が切るしておきました。あーオッケーオッケー。みぞれさん速攻破綻するのかわいそうで草。誰も疑ってないぞ。初手の騒がしい中ちゃんと耳を澄ませておいて正解だったわね。この勝負もろた。今ウパさん占って白でした。じゃあ今合計で5人白ですね。まあ強いて言うならグレー1が残り4人とかなり狭くて、かつその中に仲間たちが全員入ってるのだけちょっと微妙だな。グサオさんが村人なら狂人もそこにいますからね。もうグレー1の村人でバトルロワイヤルしていいですか？8万3キルしました。許可も止めておいて許可出る前にキルしてて草。喧嘩っ早いとかいうレベルじゃないんだけどこの村。うまいことひな兄さんとメテオさんを生かしておきたいところですが、あ、ひな兄さんいるのでもうやっちゃいますね。ちょ待って待って、私近くにいるので離れたとこでやり合ってください。わかりました。あ、あと自分が死ぬ前にアイテムだけ渡しておきますね。はいどうぞ。このアイテムはバイバイトロツキー。殴ったら一撃で相手をキルできる使い捨ての武器だな。これは結構強めだしありがたいわね。じゃ、もうグレー1全員キルしちゃっていいんですよね。この流れだとメテオさんとひな兄さんが荒波に飲まれそう。そんな慌てずに一度盤面を整理し直します。ラテさんキルします。オラクライラテチャンネル。はい、仕留めました。ここは蛮族の集落か。でもまあ仲間たち以外からキルされるのは美味しい。さっきメテオさんもキルしておきましたよ。ひな兄さんもキルしておきました。ハッシュタグ蛮族の宴。本当に蛮族の集落でした。ていうかこれヤバくない？グレイ1は8万3、ラテさんとお仲間の2人だったわけじゃん。もう全員死んでるけど終わってないわけだからさすがに疑われるわよ。仮に私たちが疑われずとも盤面的にもう全員戦うほかないしな。あれ、これ他に誰が生きてます？メテオさんとラテさんは私がキルしたんでもういません。ひな兄さんは自分がキルして。ガンマスさんがいますね。いやいや自分回答ですよ。あ、そっかそっか、なら他に誰が残ってるんだ。レイマリさんは占い師、メメさんは霊媒師で確定だし、もう今のうちにことを起こすほかなさそうです。今ならレイマリさんは速攻で持っていけそうだけど、そこから残り各白3人との乱闘になるわね。全員近くにいるしさすがに厳しいな。とはいえここで仕掛けずゆっくり整理されたら疑われるのは私たち。動くしかない。あ、そういえば8万さんまだ残ってるんじゃないですか。え、いや8万さんならラテさんがすでに。あ、そういえば8万さんまだ残ってますね。となると8万さんが人狼か。八万さん人狼ですね、間違いない。乗るしかないこのビッグウェーブに。みんなキル狙って必死だったからラテさんの報告誰も聞いてなかったみたいだな。完全に理性を失ってる村民たちばかりで助かりました。仕掛けるしかないと思って透明ポーション使っちまったけど、八万さんだと思われて誤射されたら困るし言っといた方がいいわね。今私透明ポーション使ってます。わかりました。ていうかメメさん、一応八万さんが生きてるか霊媒で確認しておいたらどうですか。まあもうそれくらいしか霊媒能力の使い道ないですしね。そうですね。じゃあ霊媒の能力を使ってっと、八万さんは生きてます。まあ当然そんな能力はないし、八万さんはすでに死んでるけどな。すでに死亡したミゾレモンと八万さんの魂を利用するネクロマンサー。ここらで高評価ポチッとよろしく。唐突に差し込まれる高評価こじき。じゃ端っこから探しますね。ていうかミゾレさんも今回運がありませんでしたよね。霊媒師に黒出すのはさすがにやりすぎですね。まあ回数こなしてたらこういうこともあるでしょ。ていうか八万さんもう生きてるのは分かってるんだぞ。これも白生きてるの人材目線きつすぎますね。オラオラ潜伏せずに潔く出てきたらどうだ。村陣営完全に価値格ムードですね。油断とかいうレベルじゃなくて草。さてとはいえアンチが縮まりきったら八万さんがいないのはバレます。疑われていないとはいえ楽観できる状況でないのも確かだな。そろそろ動き始めるとしましょうか。油断しきっている村人陣営に人狼陣営の力を思い知らせてやれ。仲間たちの敵討ちよ。もう余裕だし八万さんと一人ずつ一騎打ちでもします。あ、それいいですね。初めの犠牲者はあなたです。見えた、隙の糸。まず一人確実に全員キルする。メテオさんとひな兄さん地獄から応援しててね。でもなんか八万さんマジでなかなかいないね。よかった気づかれてない。あと少し遅れてたらキルするとこ見られてたな。それじゃ次はグサオさん、メテオさんの仇のあなたです。背後から一撃で仕留めるならやはり活躍するのはこの武器、さらばだ。声を上げさせることなく二人静かに排除できたわね。この戦法で重要なのは時間。戦闘が行われたらすぐに死んでるのがバレてしまいます。残りも気づかれる前に手早く仕留めますよ。ここで跳躍力上昇の薬しよう。むむ。なぜ私を撃つんですガンマスさん。今メメさん、グサオさんをキル、しましたね。そうですか、見てしまいましたか。激しい喜びはいらない。その代わり深い絶望もない。そんな平穏な生活こそ私の目標だったのに。過去は消し去る。ここで確実にな。あ、やっぱ内訳はわかりませんがメメさんが人狼だったみたいですね。メメさんどこにいるんですかガンマスさん。死ぬの早すぎだろ。これが格の差です。さてあとはウパさんを仕留めるのみ。確実に勢いは私たちにある。油断せず残り一人仕留めるわよ。うわ、やややりました。隠しろ全キル。いやこれはようやったわ。ナイスナイス。え、これみぞれさん霊媒師。すみません死に際の遺言めちゃくちゃわかりづらかったです。今回ばかりは完全な勝利だったな。こんだけキルできるとなかなかに気持ちがいいわね。じゃ余韻に浸る暇さえ与えずに試合目に行くぞ。
さてそれじゃあ2戦目。役職構成は同じですが参加メンバーに若干の変更があり、グサオさんが抜けて全3を足した形となってます。なお役職は回答と、せっかく回答引いたのなら人材と交換したい感あるよな。まあ村人と交換したら白角2つできるだけですからね。それも若干不確定な。なんとなく人材多く引いてそうな人と交換しときましょう。うん、八幡さんとラテさんはわりかし人材引いてるイメージがある。じゃあ今回はラテさんから役職の方頂戴しちゃいますか。やっぱ人狼でしたね。予想可能回避不可避。まあまあまあ、もともと人材狙いで交換したのでこれは当たりです。欲を言うなら狂人とか引きたかったけどな。まあ一番交換してアドがでかい役職だからね。霊媒です。回答が出なかった場合人材と交換しているのがバレちゃうので、ここは霊媒と交換したってことにしておきますか。まあグレー1からは外れるしありっちゃありね。もうウパさん出ちゃったんですけど、回答でウパさんと交換して今現在霊媒師になってます。先に言ってくれたら新起きできたんだけどな。先に出ようとしたけど速攻で出ちゃいましたからね。占い師です。同じく占い師。お、今回は占い師2人か。とりあえずガンマスさん占って人狼じゃなかった。じゃあ自分も誰か占いますね。ラテさん占ってしろ。ふむ、占い結果から真偽の判断はできないな。今ラテさんは回答で占われてもしろって出るからね。ちなみに自分はあまりメメさんの交換発言信じてないです。ま、疑われていたとしても優先順位はグレーが先なので構いませんよ。うわ、レイマリさんが打ってきてるんですけど。いやだって自分視点から全3は人材確定ですからね。あ、そっか、じゃあ自分もレイマリさんキルしていいんだ。占い師はどちらが本物か全くわからないですね。ま、どうせ占い師に出てるの狂人だと思うしどうなってもいいけど。それぞれさんがやってる。え、何もやってないんですけど。扉パカパカしてる。紛らわしいわ。あ、これ多分ウパさん死にましたね。でもこんなのみぞれもんがやったの確定みたいなもんだろ。レイマリさんと全さん相打ちしてるっぽいですよ。二人分のアイテムが地面に転がってました。お、これは全員うるさいせいでウパさんの死が悟られてない感じですかね。私たち視点は都合がいいし、これに関しては黙っておきましょう。とりあえずみぞれさんは人狼っぽいからおそらく仲間だな。で、これどうするんですか。いやどうするって言われてもこれ以上情報は落ちないですからね。いつも通り潰し合う他ないんじゃないですか。そういえばウパさんってさっきから静かだけど生きてる。あ、死んでるっぽいわ。となるとさっきウパさんがみぞれさんの名前呼んでたし、みぞれさんがやったんじゃない。いやいや自分その時ラテさんとひな兄さん近くいたでしょ。いや近くにはいたけど別に見てはなかったんだよね。そん時メテオもいたけどみぞれさんはやってないよ。会話の流れ的にひな兄さんとみぞれさんのラインはなさそう。最後メテオさんがみぞれさんに助け舟を出しに行っていたし、これはみぞれメテオラテの三人狼だったのかもね。じゃあガンマスさんか八幡さんあたりがウパさんキルしたんじゃ。その可能性が高そうですね。ま、ガンマスさん村っぽいしもう雑に後ろからやっちまうか。さてじゃあ後ろから失礼します。ちょちょ撃たれてる撃たれてる。誰よし、処理完了。後ろから襲ったのに2発も外してたけどね。ガンマスさん無駄に動き回りすぎなんですよ。よしみんなガンマスさんキルしといたぞ。手が出るまでが早すぎる。霊媒能力でガンマスさんの中身位置を見ておきますね。実際は見れるわけないし意味なんかあるの。ここで霊媒結果で嘘つけば人狼目線私が人材ってわかるはずなので、私の立ち位置をはっきりさせておこうかなと思いまして。そろそろ人数的にも人狼から急に襲われかねないしな。ここらで人狼にだけネタバレしておいた方が安全だ。その場合人狼目線回答が誰かと交換してるの確定だし、人狼の仲間内で疑心暗鬼始まるわけだけどね。ってことでガンマスさんは霊媒で見た結果人狼でした。ガンマスさん人狼オッケー。じゃあ八幡さんまでキルしておきましょうかね。逃げます。逃げても追いかけます。ラテさん実は今自分が回答だと知ったらどんな気持ちなんだろうな。人狼と交換するとこうして勝手に働いてくれるとこが強いんですよね。まあみんな役職を交換されたことを知らないからね。あ、八幡さんアンチで死んでくさ。人材の手でキルされるくらいならアンチで死ぬことを選んだというわけだな。誇り高きし。となると残りはひな兄さんとラテさんの二人って感じかしら。まあラテさんは確定として、ひな兄さんは推測でしかないから、できたら人狼たちに処理してほしいとこだ。これでキルしてからひな兄さん人狼だったら困りますからね。まだだ、まだ笑うな。ラテさんがひな兄さんかメテオさんをキルしたら真実を公開しよう。八幡さん死んだけど後はこれどうする。もう残り1人狼だと思いますし、そこのグレー1、4人で戦ってもらうのが一番楽ですが。え、マジか。でもひな兄さん目線私って結構白くないですか。これまでずっとキルしようと思ったらキルできましたからね。確かにそう言われると他の人よりは白目かも。ラテさんがひな兄さんを丸め込もうとしていますね。まあラテさんは回答だから本当に白といえば白なんだがな。残っている人狼はここまでまだ誰もキルしていない可能性が高いので、ここまで動いていないから白いという風にはなりませんよ。うん、まあそれは確かに。というか今の状況としては私たちが偽物の霊媒結果を出したことで残っているだろう人狼3人視点結構難しい状況になってるわけよね。まあどちらにせよ私たちを第一に狙う理由はないな。自分が取られてる確率は3分の1で、自分以外が取られてる場合私たちは仲間ってことになるわけだし、確率的には人狼の仲間を消しておくのが吉ってことですね。となると私たちはもう大手を振って外を歩けますね。さてみんな潰し合い終わったら呼んでくれ。私は皆さんのバトロワが終わるまで優雅にお散歩してます。アンチで死んだら嫌だし中心地まで先に移動しておきましょうか。あとは初期リスキで待ってれば勝てる簡単なお仕事です。まあでも状況把握できてなくて私たちに特攻してくる可能性もあるけどな。いやいやそんなことさすがにあるわけないですよ。霊媒結果出したことでちゃんと状況は伝わってるはずです。あとはここで遊んでいれば。え、何この音。ちょなんで私が撃たれてるんですか。これで終わりです。二人がかり狙ってくるなら処理するのに。あ、メメさん回答で人狼になってたんだ。そこから把握してなかったんですか。メテオは分かってたよ。仲間キルしとくべきか後半結構様子見してた。何気最後なかなかいい反射神経してたわね。たまたまだろうけど。たまたまじゃありません。実力です。ということで本日はこれで終わり。高評価とコメント、チャンネル登録と Twitter のフォローよろしくね。それじゃまた次回の動画で、さらばだ。
今日も京都で始まってまいりましたマイクラ人狼。本日1試合目の参加メンバーはこちら。役職は10人構成時安定の回答入り3人狼構成になってるわよ。それじゃ早速役職配布と。1試合目は人狼、そしてお仲間はウパさんとレイマリさんのお二人ですね。殺意高そうなメンツね。それじゃサクッと開始ポジションまで移動するぞ。その間についでに高評価よろしく。何のついでだよ。今日は速攻動きたい気分。さっきからめちゃんこ占われまくってますからね。どうせ占われるのなら先に暴れておく方が得説はある。やばいです。みんな一気に言わないでください。まず回答からいきましょう。回答は誰ですか？自分が回答です。ガンマスさんと交換して村人でした。ガンマスさんと交換して村人でした。目の前にガンマスさんいるな。うわぁ。うわぁ。ガンマスさんあなたはここで死ぬ定めです。メメさんメメさん。ガンマスさんどうしたんですか？落ち着いてください。動き回ってたら当てづらいでしょうが。あ、ガンマスさん落ち着いて、何がどうしたんですか？あれ？ガンマスさん落ち着いたわ。ガンマスさんが落ち着いてくれたようで何よりです。落ち着いたかっこ強制。まあ名前は呼ばれちゃったけど今回は初めからそのつもりだからいいや。とりあえず自分は霊媒です。みぞれさん霊媒ね。って、ラテさんもなんか最初に言ってなかったっけ？おいラテチャンネルももう死んでるじゃんこれ。あれ？この村もう終わり？ラテさん最初のゴタゴタでなんか占い師とか言ってたよね。まあだけどもう死んじゃってるみたいですね。占い結果落とす前に占い師キルされててくさ。さっきのゴタゴタの時に仲間がやってくれたみたいね。占い師が初動で死ぬなら私たちが動く必要なかった気もしますが。ま、これで初手から隠しろが二人消えてるのでいいでしょう。さて次の獲物は、お、霊媒師のミゾレモン。やばい今ネメさんが近くいます。助けて。そんな猛獣みたいな扱いしなくても。でも撃たれるの警戒してひたすら盾構えてるわね。じゃあ撃たれる心配もなさそうだし近づいて。ポイッと。あ、ミゾレさんネメさんに撃たれたら教えてください。おいこれみぞれさんももう死んでんじゃねえか。撃たれたら言ってって言われてから何も言ってないし、きっとまだ生きてるよ。これめめさん早いとこキルしないとまずいな。前段階で隠しろ二人持っていくことに成功。すでに十分な仕事はできてますね。ここまで人狼要素皆無でくさ。占い師も霊媒も能力使う前に死んでるからな。これもう後ろ各八幡宮さんだけか。まあラテさんは自分がやっておきましたよ。あ、レイマリさんがやったんだ。じゃあめめさんとレイマリさんは確定黒であったらキルしような。なんでせっかくサイレントキルできたのに自ら出てきてしまうのか。まだまだ満毛にね。でもここまで落ちてる三人全員確定白ばっかで、残り七人中隠しろが一人しかいない地獄盤面だぞ。強人生存確定だからなんだったら人外するのが多いしね。残り人数的に考えるならむしろ私たちが村人側の立場では。間違いない。この村はもう人狼の村なので人間は生存を許されていないんだぜ。ディストピアじゃん。そろそろ一旦みんなに合流しますね。ウパさんは村人 A という立場を取って潜り込もうとしてるようだな。私とレイマリさんが完全に黒核のポジションにいるので今なら確かに疑われにくいかもです。え、なんか弓矢飛んできてるんだけど。誰か撃ってきてる。あ、やったぜ。ウパさんに弓矢当たったわ。早くも目論見は頓挫してしまったようですね。核黒以外から死ぬのね。撃ってきてたの八幡宮さんかよ。まあ知らんけどどうせウパさんも多分黒だろ。雑すぎる推論で。まだ何もやってない人狼がキルされてる。果たして真の人狼はどっちなのか。正義について考えさせられるワンシーンでした。メメさんとレイマリさん最初のスポーン地点あたりにいるね。そっち方向から弓矢飛んできてます。さすがにここからだとなかなか届かないんだよな。お、裏からひな兄さん来てるな。後ろを取って近づいてキルを狙う算段でしょうか。そうはさせませんよ。あれ、でもなんか違うみたいだけど。え、何この行動は。これ多分描写距離の関係で見えにくくなってますがアイテム捨ててますね。となるとひな兄さんは狂人で内通しに来てる感じか。そうっぽいですし、ここはペコペコしておきましょう。そういえば確かに狂人まだ潜伏したままだったものね。村人たちの背後をついてくれそうですし、ここは任せてみましょうか。ようやくこの動画始まって以来初の人狼要素が生まれようとしてるな。この動画本当に人狼動画？まあタイトルに人狼って入ってるし、おそらくそうかと。投稿者側がおそらくとか言い始めたらもう終わりなんだよ。あれ、グサオさんとひなにきなんかやってる？何もやってないよ。グサオさん消えた気がするんだけど。いやそれは気のせい気のせい。仲間。いやほんとかよ。ってひなにき撃ってきてる。ひな兄さんが動き始めたようですね。ほらやっぱひなにき人材じゃないですか。いやいや仲間だよ。仲間仲間。おそらく今の会話からしてグサオさんとメテオさんは始末したっぽいな。となると残るは八幡さんだけね。ひな兄さん強人か。オッケーオッケー。八幡さんが今どこにいるかわかりますか？みんな駅側のところで固まってたからこっち側ですね。あれこれグサオももう死んじゃってますよね。グサオさんなら多分今動画編集してるんじゃないかな。やっぱ死んでんじゃん。シーコール編集の世界。死んだ時の暇時間が長いゲームは編集できるのでいいですよね。そういう隙間時間がいっちゃんはかどるからな。八幡さん視点の状況は絶望的だけどこっち側は気楽ね。うわ、ひなにき不死のトーテム持ってるのかよ。ちょっともったいないけどまあ居場所わかったし、か。あっちの小山の方にいますね。八幡さんそこ好きすぎでしょ。この日毎回のようにあの山登ってたもんな。しかしアンチも来るのでそろそろ動かなければいけないはず。案の定移動するために小山から下に降りたっぽいわね。じゃああとは上側から奇襲を仕掛けるとしようか。ここの下にいますね。上からお邪魔します。せい。よしよし。余裕の勝利でしたね。ま、役職が何かする前に全員死んじゃってたからね。はじめやられるときレイマリって叫んでたんだけど。いやそれ多分声大きすぎて音割れして誰も聞こえてません。本気で絶叫しすぎなんですよ。じゃあ2試合目行くぞ。
さて、2試合目は占い師だな。せっかく占い師を引いたなら1発で黒引きしたいですね。まあこの構成だと黒引きは珍しくもないしね。回答が村人と交換してたら霊媒も除いてグレー1、6人だからな。そのうち3人人狼だから半分の確率で黒引けるっていう。ま、人狼が役職に出てきてたら話は別ですけどね。役職が複数出ると大体問答無用でロラされるから、人狼で出た時のリスク高すぎるのが原因でしょうね。占い師3人とかになっちゃう可能性までありますからね。それはそれで見てみたいけどな。じゃあアイテムも配布されたし試合開始だ。回答です。グサオさんから霊媒取ってます。合ってるね。この出方する回答はまず間違いなく真ね。じゃあ私たちはグサオさんとウパさん以外から占っていきましょうか。誰にするんだ？ここ数試合みぞれさんが開幕で速攻キルされてるので、みぞれさん占いにしておきましょうか。む、みぞれもんは白だったようだな。なんでちょっと不満げなのよ。あれ、占い師は誰ですか？私が占い師です。みぞれさん占いして人狼ではありませんでした。じゃあとりあえずウパメメグサみぞまでは4しろと。白もらいましたし誰かと一緒に行動したいところですが、みぞれさんと一緒にいたら間違ってキルしちゃいそうだわ。熱い高すぎだろ。ついついやっちゃうんです。ま、どちらにせよこれ以上情報は起きないですから、各白を除いたグレイたちでバトロは開催しましょうか。え、もうやっていいの？まあストップかけてるとその間に人狼に一方的にやられちゃいますし、グレイ同士が打ち合うのは許します。まあバトロはさせて順当に行けば人数的に村が勝つしな。村人同士で潰し合えば村負けるんですけどそれは。村人が強ければ勝てます。賞金かよ。じゃあレイマリさん、今からガンマスさんとやり合うんで見ててください。わかりました。え、なんでレイマリさん？あれレイマリさんって各白じゃなかったっけ？違いますよ。違うのかよ、騙したな。いやそもそも何も言ってな。レイマリさんキルしました。ヤクザかな？まあじゃあ次自分とラテさんで戦うとしますか。その前にアイテムだけ白角に渡しておきたいですね。みぞれさん近くいるしアイテム渡しに行きます。いやいや怖いんで来ないで。まあさっきのやりとりがあったらそりゃ怖いわ。拾うのでそこら辺にアイテム置いて離れてください。完全拒絶体制で草。さて、そろそろ私たちもちょっとは動いていきたいところ。お、前に八幡さんがいるな。まだ気づかれてないみたいね。暴れられたら面倒だしサイレントキル狙おう。静かに近づいて。暗殺成功。このゲーム、グレイ1の命の価値があまりにも軽すぎる。まあ仮にこれで白でも別に即負けには繋がらないですからね。それにキルしたら気持ちいいですし、どう転んでも得です。教育に悪影響を及ぼしそうな言葉。今ガンマスさんキルしました。じゃあ残りは八幡さん、ラテさん、ひな兄さん、メテオさんの4人ですか。八幡さんは私がさっきキルしておきましたよ。じゃあ残り3人か。最悪そこ全員人材でも4白生きてるから5分以上だな。みぞれさん強人の場合人材数のが多い計算になるけどね。まあさすがにここまで村人しか死んでないなんてことはないでしょう。ないですよね。今更置かれた現状に恐怖してるじゃん。っていうか目の前の建物にメテオさんとひな兄さん同居してるな。見えにくいですがうっすらネームバナーが見えますね。メテオさんとひな兄さんなんで同じ建物にいるんですか？え、どちらからも返事がないなんてことあります？もしかしたら二人とも人狼なのかもな。まあじゃないとこの状況で仲良く同じ建物にいないわよね。メテオさんとひな兄さんが今同じ建物にいるけど返事がないです。同棲することにしたんじゃないですか？極限の状況下で恋の感情が芽生えたのか。追い詰められすぎでしょ。まあ普通にそこ二人が人材なんじゃないですか？自分視点もそこ二人しか黒候補いないわけですしね。まあ村人なら返事はさすがに返すでしょうし、無言で潜伏しようとするあたりそこ人材なのは確かに硬そうです。しかし部屋にこもっている人材をキルするのは難しい。そんな時はこれ、透明ポーション。飲んだら一定時間透明になって見えなくなるポーションね。ただ装備を手に持ってるとそれで分かってしまうので、しっかり何も持たずに痕跡を消して近づいていきます。それ以外にも走ったら若干土煙とかは見えちゃうんだよな。まあでも飲んでるとこさえ見られなきゃなかなか警戒されないけどね。む、ひな兄さん、さっき私たちがいた方向に弓矢構えて撃ってますね。私たちは白角だし、これは間違いなく人材の動き。これは容赦なく言っても良さそう。透明になってることには気づいてなさそうですし、気づかれていないうちにとっとと近づいちゃいましょう。透明中はネームバナーも見えないので完全に笛を打てます。透明になれる時間にも制限があるから急がないとな。それじゃひな兄さん、さよならの時間です。え、終わり？今回遊んでたら勝手に終わったんだけど、ひな兄さんはやはり人狼でしたね。何気ついでにキルした八幡さんも人狼だったみたいだぞ。さすが私の嗅覚。代わりにあんたが白出したみぞれさんは強人だけどね。手早く終わらせなかったら白ポジから暗躍されてたかもですね。まあどんな試合内容だろうが結果的に自陣営が勝利すればいいわけよ。そして負けたら戦犯探しが始まる。じゃ、最後の3試合目行きましょう。さてじゃあ最後3試合目。本日最後の試合は村人ですか？ま、ここまで役職続きだったしね。そろそろ村人の録画も消費しとかないと枯渇するからな。本日のメタ事情。さてじゃあ開始と。今回のアイテムも透明ポーションですか？まあ普通に強いアイテムだし悪くはないわね。回答です。八幡さんと交換して村人です。占い師です。レイマリさん占ってしろ。え、自分霊媒師なんですけど。あ、やべ、占い師が占うのは役職で揃ってからでしょ。やってしまいましたね、グサオさん。これは非常にもったいない。ごでーん。まあ、で4白で対抗も出ないから膠着状況ですか？もうグレー1でバトロは開催してもいいですか？開幕早々殺意高いですね。あー、みぞれさんみぞれさんみぞれさん。いや今バトロは開催って言ったじゃないですか。あ、みぞれさんやりました。2コマ漫画かな。みぞれさん初動で毎回ウパさんにやられてるわよね。個人的な恨みがないとここまでいかんだろってくらいやられてる。みぞれさんに霊媒能力使っておきます。いやまあ一旦保留で。残り各白4人以外をやればいいっていうわけね。いやもうお前ら全員溶岩に飛び込め。そう言われてちゃんと飛び込むの村人側だけですよ多分。まあ私たちは村人だけどさすがにその命令は聞かないけどな。真剣にゲームやってますからね。ゲーム内で死んだら同じ苦痛が体に行くよう体と感覚をリンクしてます。プロクラクターの方来ちゃった。あ、そういえばグサオさんに透明のポーション渡しておきますね。いや怖い怖い怖い、近づいてこないで。1ミリも信用されてなくて草。まあそういうのなら透明は自分で使います。なんて失礼な。日頃の行いの結果。もう使う機会あまりなさそうですし霊媒使いますね。
あ、みぞれさん人狼でした。さ、かわいそうすぎる。まあじゃあとりあえずウパさんはかなり白いですね。狂人はありえますけど少なくとも人狼はなさそうです。今こうしている間にも無言で死んでる人たちがいるんだろうけどな。なんかひな兄さんが微妙なところで盾構えてるけど。まあじゃあ一応撃っておきますか。とりあえずで攻撃が始まる恐ろしい村。しかしさすがに防がれたな。盾で防いでるよん。なんかこの盤面で守りに入るグレイ1は黒っぽいんですよね。自分が死んでも大したリスクにならないからな村人は。メメさん痛んで切るしますね。自分はもう白1なんでいいですよね。確かにウパさんは人狼を切るしている白1だ。だが断る。このメメントモリが最も好きなことの一つは自分を白いと思っているやつにノーと断ってやることです。あれ、今回引いた役職って人狼だったっけ。メメさん透明ポーション使ってる。これ人材確定です。メメさん人材オッケー。なんか勘違い起きてますね。どうせ狙われるし全員キルしてかとう。まずは貴様だウパパロン。地獄でみぞれさんに詫びろ。圧倒的白一を我が身欲しさにキルする戦犯ムーブ。各白であろうと私の命を脅かす存在は生かしておきません。ま、結局勝てばいいんだろ。勝てば今透明ポーションの無敵状態だしとっとと突っ込むぞ。人狼ゲーム壊れる。この状態の間にどれだけお土産できるかどうかが重要。セリフ見たら人狼にしか見えないんだけど。ラテさんはグレイ1ですね。なんかひな兄さんと戦ってるみたいです。どっちが人材かわからないし両方消しましょう。よしいいぞ。ここで即死ポーションを拾えたのはめちゃんこ大きい。これでひな兄さんが盾を構えてもキルできますね。ほらひな兄さん盾なんか捨ててかかってきなさい。暴れてる人いるんだけど。ここで弓矢を打って警戒させておけば盾を構える。盾構えてるだけの人はいいかもです。あこれでここ3白だったらあんた戦犯確定だけど大丈夫。ちょっと不穏な気配がしますね。あ、メテオさんメテオさんメテオさん人狼確定。おらくらいや。メテオさん人狼確定オッケー。でも盾欲しいから残留効果なくなるまで待つ。全然なくならない。エイペックスで味方戦ってる間回復巻いてるタイプ。具体的すぎる例えやめろ。あ、よしメテオさんやりました。ラテさん強人でひな兄さんも元人狼。まあならセーフですね。ウパさんは村人だけどね。結局のところ勝てばよかろうなのですよ。ということで本日はこれで終わり。高評価とコメント、チャンネル登録と Twitter のフォローよろしくね。それじゃまた次回の動画で。さらばだ。今日も今日とてマイクラ人狼始めていく。本日の参加メンバーはこちら。役職はいつものこの構成。なお一時停止推奨よ。さてそれじゃあ役職は、ふむ、人狼と。お仲間はメテオさんとひな兄さんですね。いつの間にか死んでる組か。著しく礼儀を欠く故障。まあ他のメンツが殺意かなり高めだからね。ところで最近高評価押すことをお願いしすぎた気がするんだよな。まあ毎回言ってますからね。その上でお願いする。高評価よろしく。何が変わったんだよ。じゃあ早速アイテム配布されて試合開始と。初手のアイテムは透明化ポーションですね。前回も活躍した今日アイテムね。今回もしっかりと有効的に使っていきたいところ。はいじゃあ占い師で霊媒師は自分です。あれ、回答は誰？なるほど、回答は潜伏と。となると人材の誰かが交換されている可能性が高いわね。まあただこればかりは対処のしようがないからな。とりあえずは通常通り人狼としてプレイしていくほかないだろう。とりあえずラテさん占いまーす。はい、ラテチャンネルは人狼ではありません。あざーす。無難に白出ましたね。まあ各白3人の初動は人狼目線ありがたいところではある。普段回答出てきて5人各白とかザラだからね。さて誰かいないかなと。できたら各白3人の誰かをサイレントキルしておきたいところ。む、あれはウパさんでは。超わかりにくいが確かにあれはウパさんだな。ウパさんは占い師ですし、ここで処理しちゃいますか。ということで透明化の薬を使って。よし、これで後ろから近づいて一目に行きます。アイテムを手に持ってると見えちゃうから並べ替えてっと。よし準備万端。あれ、透明ポーション使ってる人が近くにいます。むむ、みぞれさんが近くにいたようですね。でも私たちが使ってるってことまではバレてなさそう。どこら辺ですか。どこら辺、いやこれどこら辺って言えばいいのかわかんないな。ウパさんは今どこにいるの。いやここどこわからん。居場所の伝達に手間取っているようだな。わちゃわちゃしてる間にささっと持っていきたいですね。ネームバナー見えてたし、ウパさんはおそらくこの中よ。む、誰か同じ建物に入ってきてる気がする。扉を開ける音で侵入はバレてしまってるようです。とはいえここまで引く選択肢はもうない。それじゃお覚悟。あ、ナイスサイレントキル。よしよし、それじゃ早いとこ現場から離れちまおう。みぞれさんってまだ無事に生きてますよね。生きてますよ。なんかウパさん断末魔みたいな声上げてましたけど生きてます。あ、死んだっぽいですね。いつもうるさいだけに速攻で死亡確認されたわね。ま、バレちゃったらその時はその時です。ていうか結局どこで死んでるかわからないじゃんこれ。ウパさんが居場所死ぬ前に言わなくてよかった。アモアスみたいに地形に名前がついてないからな。よし、そろそろ透明化の効果が解除される頃合い。一応居場所報告しておくと、私はガンマスさんの下にいますよ。あ、ほんとだ。初めからここにいたことにすれば透明化ポーションの件はごまかせそう。あれ、というかなんか今撃たれてた気がする。いやこれ間違いなく誰かに狙われてるやつだ。お、なんか動きがありそう。いや今私も見てました。透明化使ってる人いた気がする。どうやら私たち以外にも透明化使ってるやつがいるようだな。なんかウパさんのキルもついでにその人のせいにできそうね。空のガラス瓶は持ってるのバレたら怪しまれるし捨てとこう。ガンマスさんと私は駅離れの小山付近にいますよ。あと八幡宮さんもいますね。みぞれさんと一緒にいます。じゃあ消去法的に霊マリしか残んなくない。え、いや自分今工事現場付近にいますよ。いや今私が工事現場付近にいるんだよね。いやいや今ラテさんマップの中央あたりでしょ。工事現場にいるよ。これは多分霊マリさんが狂人ということなんだろうな。人材バレしちゃったようですけど、たまたま罪を押し付けれそうなのでナイスですって。結局霊マリさんは工事現場のどこにいるの。いるっていうのなら見えるとこに出てきてよ。
あれ、返事がないけどもしかしてやられたとか。いやいや、これ絶対潜伏してますよ。自分今レイマリさん以外全員の一大隊死人できてますもん。位置的に神キルできたとしてもミゾレさんかメテオさんくらいです。少なくともメテオさんはキルする時間なかったと思います。霊媒師のミゾレさんがそういうのなら潜伏してるかもですね。で、多分レイマリさんがウパさんをキルしてる感じだと思う。完全にレイマリさん冤罪かけられてて笑うわ。ま、人材ではあるだろうから冤罪とも言い切れないところがミソ。私たち3人は非武装で行きましょう。弓を構えるのも NG で。ほう、ま、別にいいですけど。ここ3人は少なくとも今のゴタゴタには関与してないですしね。私たちはもう居場所が全体にバレてるから動かないつもりだし、むやみに疑われないようここは信頼関係を構築すべきだな。お互いペコペコして敵意のなさを表明し合う光景。和解することができる。これが人の素晴らしいところです。白狼の上に気づかれた脆い信頼関係だけどね、契約があれば裏切りがある。この世の自然の摂理だ。というかこの3人の中に人狼がいたら今のうちに出ておきませんか。私は出てきたら許します。そうやね、許すわ。いや何言ってんだよ。やはり種別だけで判断するのは良くないと思うんです。罪を犯すその時まで人狼は人狼足りえない。これまで散々雑キルしてる奴が言うと説得力が違うわね。ま、でもそうは言っても正直に出てくるのは難しいでしょう。なので人狼がいてもお互いにキルしないという機会でいきましょう。ま、人狼自らこの提案をする。どうせ1分後とかにはキルしてるシーン流れるんでしょうね。容易に想像つくわ。いや私は裏切りませんよ。ほら見てくださいこの距離感。ずっともだよ。もはやここ3人が人狼だと思われそうなレベル。ま、正直なところあまり村人命を減らしすぎるのも得策ではないんですよね。結局のところ回答がほぼほぼ人材と交換してるの確定してるからな。なんとなくですが非常に交換されてそうな感じがします。こういう時の嫌な予感は当たりがちなのよね。できれば人狼側の人数も削れて最終盤面が理想ですけど。そういえば最近なんかグサオさんって声しなくないですか。言われてみれば確かに。グサオさん生きてます。おい、グサオさんも死んでるじゃん。グサオさんって駅の方にいなかったっけ。ひな兄さんも駅にいたよね。いや駅の方にはいたけど僕は離れてたから知らないよ。というかレイマリさんがハイドしてやってる可能性もあるけどね。おいおい、ひな兄さんこっち側に姿を見せるな。なんでなんで。なんか大会ではいざこざが起きているようですね。こっちの世界は平和です。ま、というかレイマリさん普通に今橋のところにいたぞ。あ、ほんとだ。いやバレちゃったか。これもう誰も白黒わかんないし今報告したメテオさんは白でおこう。謎に白位置に入ってる仲間。で、ひな兄さん、ひな兄さん、ひな兄さん撃ってきてる。いや撃ってないけどな。おい、山の上で遊んでた奴ら仕事だぞ。下っ端兵士みたいな扱いでくさ。よっしゃ行くぞものども。いけ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 。なんでこの扱いでここまで士気高いんだよ。でもこれどうしましょうかね。私たち視点ひな兄さんをキルするわけにはいかないし、今後ろをつけば二人は確定で持っていけそうだが機会があるしな。機会が効力発揮してる。とりあえずそこら辺叫びながらうろちょろしてましょう。そうだな。うわぁ、いけ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 。3分を。いやどういう状態？全員を巻き込んだ戦いの末に人狼以外は滅亡。しかしこのうちの誰かが回答に交換されていたようで続いてしまっている状況だ。この中に一人裏切り者がいる。絶望の試合始まりました。ていうかメテオさんさっきから打ちすぎでしょ。いや盾持ってるから別に良いかなと思って。これはメテオさんをとりあえず処すべきなのでは。と言っても私たち視点も判断材料とか皆無ですからね。完全な膠着状態。しかし君たち二人はここまで苦楽を共にした仲間。私には二人を裏切ってキルするなんてとても。そうですよね。騙されたなバカめ。あーちょっと裏切るの早すぎ。あ、勝者はただ一人。勝ちへの上が勝敗を分けましたね。どちらかというと倫理観のなさが勝敗の鍵。私たちがグサオさんに交換されて村側になっていたようです。なら結果的にこの行動は正義の行いだったわけだな。薄汚い人狼どもに裁きの鉄槌を下してやったぜ。これが村の長か。さてじゃあ2試合目と。2試合目の役職は人狼。またかよ。いやこのゲームの狼率異常なんだよマジで。まあそもそも狂人含めると10人中4人が人材ですからね。そこに回答を引いて人狼と交換するパターン含めたらかなりの確率で人材陣営ですよ。しかも村人よりも人狼の方が見せ場が多いのもまた事実。よって人狼の動画が多くなるのは当然と言える。実際には村側で活躍していないというのもある。それは言わないお約束。まあ何はともあれ試合開始と。ちなみにお仲間はグサオさんとひな兄さんだな。今度こそは最後まで一緒に戦って勝ちたいですね。さっき裏切ってたからね。何の話。私村人だったし人狼キルするのは当然だよね。都合がいいように記憶を改ざんしてる。じゃあ初手のウパさん、よっしゃ今回も切り替えて頑張るぞ。今回のアイテムはすごいちくわですね。残念ながら今回このちくわが活躍することはありません。死の宣告じゃん。じゃあまずいつも通り役職のカミングアウトからいきましょう。グサオさん人狼、グサオさん人狼。おい初動から早いって。もしかしてこの段階からすぐに動き始めたんですかね。いやいやなんでなんで。何もやってないんだけど。いや今私が本構えたら弓矢に切り替えてたじゃん。撃とうとしてたでしょ。さすがに被害妄想。構えはしたけど別に撃ってない。初動から楽しそうで何より。まあその二人は置いておいてとりあえず役職出しませんか。そうですね。じゃあ出ときますけど霊媒師です。いやいやそれはダウト。霊媒師は自分ですもん。おっと、霊媒師が二人出るのは珍しいケースだな。基本占い師を語る方が強いからね。まあでもあまりないですし、たまにはこういうのも面白いかもです。自分回答でラテさんと交換して村人でしたよ。ありがとうございます。じゃあもう村確定したし、グサオさんキルしていいですか。待てまあとりあえず占い師とかも出揃わせましょう。占い師でウパさん占ってしろだったよ。とりあえずこれで盤面
自体は出揃ったな。ウサオさんも今のうちにラテさんの近くから退避しておいてほしいわね。む、前にいるのはレイマリさんですか。レイマリさんかガンマスさんのどちらかは強人だと思われるので誤射されそうですし、あんま近くにいたくないですね。まあミゾレさんも近くいるしキルされるにしてもそっちからだろ。強人が初手で人狼キルするの何度も見てきてるから安心できない。もうこれグサオさん処理しちゃってもいいでしょ。いやいや私より怪しい人たちいるでしょ。そんな人はいません。ほらレイマリさんとガンマスさんとか霊媒師二人いるんでしょ。まあそこの二人には戦いやってもらっていいけどね。メメさん、レイマリさん近くいるでしょ。もうキルしちゃってもいいですよ。関係のない村人を争いに巻き込まないでください。決着は二人で勝手につけなさい。ってなんか弓矢飛んできてますよ。やばい、なんか遠くから弓矢で狙われてるっぽいです。これはもしやお仲間の誰かが動き始めたのか。その割にはめっちゃ遠くから弓矢飛んできてたけど、どちらにせよこの隙を逃してはありません。後ろから静かに処理します。せい、今日も今日とて静かに処理されるミゾレモン。もはやこれが定めなのか。隠しろの私が言うけどグサオさんはもうキルしよう。未だに開幕の動きで怪しまれ続けられててくさ。私よりも今もっと目を向けなければいけないとこあるでしょ。ありません、そんなところは。ああ、レイマリさんが撃ってきてる。いやもう自分たちは対抗してるから敵陣営確定ですからね。元気ですねみんな。いやでもミゾレさんとかさっきから声しないけど生きてる。あ、あれ死んでる。ということはやりましたかグサオさん。違う違う、やってない。なあ八幡さん、私駅にいたよな。ま、え、じゃあ誰がやってんの。ミゾレさん真ん中にいたし、もしかしてメメさんやってる。いやいや急に飛び引きましたね。遠くから弓矢飛んできてて私はすぐに真ん中から離れましたよ。メテオさんとレイマリさんも同じ場所いたからわかってるでしょ。え、その弓矢で死んだの。遠くから撃って遊んでたの自分なんだけど。何え、え、嘘だろ、2発しか撃ってないけどあれで死んだの。返事がないってことは多分そうなんじゃないですか。知らんけど。出た、若者が言いがちな言葉ランキング1位。知らんけど。実際には当事者なんだけどね。あ、ひな兄さん人狼、ひな兄さん人狼。状況よくわかんないけどさすがに忙しすぎるだろ。ひな兄さんも混乱に乗じて動き出したみたいだな。よし、このまま私たちもこの勢いに乗じて動きます。ひな兄さんやりました。あまりにも早いお別れ。まあなんとなくこうなる気はしてた。でもラテさんはひな兄さんにやられちゃいました。最後に隠しろを一人持って行ってくれたんですね。ひな兄さんの犠牲に敬礼。とりあえずこれで隠しろ二人削れてるな。残りの隠しろはウパさんとメテオさんの二人だけね。ついでにさっきから八幡さんの声もしないので多分グサオさんが静かに手を下してますねこれ。となると残りは6人。うち強人もいるから人材数3人でトントンってとこか。あとは仕掛けるタイミングが重要です。メメさんここは危険だよ。後ろから強人のレイマリさんが来てる。いや強人はガンマスさんです。なんでこの霊媒候補2人こんな盤面まで生き残り続けてるの。ガンマスさんが盾を持ってるから。というか今グサオさんが撃ってきてる。あれ、そこ人材同士だから別に撃ち合う必要ないんだけどね。あ、ほらこういった瞬間2人とも撃ち合うのやめたぞ。共闘するな人材ども。なんとなくだけど雰囲気的にレイマリさんが強人っぽいですね。まあでもここ2人はどっち先キルしてもロラはできそう。ということで白取るために割と普通に狙っちゃうぞ。うっぱ今のは危な。む、レイマリさんがガンマスさんをキルしたようですね。それならレイマリさんは残して暴れてもらった方がいいか。私は味方ですよ。多分レイマリさんが強人なのでキルした方がいいですって。グサオさん自分強人です。ほら、あ、オッケーオッケー。よっしゃグサオさんやったぞ。オッケーナイスナイス。グサオさんはやられてしまったようね。レイマリさんを狙うふりして隙を突きたいところですね。盤面整理したら村目線私人狼ほぼ確定だが、今は整理する時間なんてないはず。ほらメテオさんレイマリさん下にいますよ。盾持ってるから全然死ななくてくさ。やれるもんならやってみろ。メテオさんもレイマリさんを撃ち始めてくれたようだな。こっちのことは全く警戒してないわね。今が後期、レイマリさんを撃ち続けるふりをしてさようならです。見事的中。あメメさん人狼か。レイマリさんメテオさんやったからあとはウパさんだけな。わかりました。メメさんあんだけ撃ってきてたのに人狼なのか。強人は破棄してるもの。あとはウパさんを処理したら人狼の勝利です。ウパさんが開始地点の近くにいたのはしっかり見えてるぜ。アンチ的にもできたら移動する前に仕留めたいわね。ポジショニング的には五分。よーく狙いまして、よしなんとか勝利。最後の最後まで潜伏していた甲斐があったな。ナイスナイス。次の動画は人狼以外もしっかり活躍しなさいよね。いつも活躍しちゃって逆に辛いくらいだけどな。ということで本日はこれで終わり。高評価とコメント、チャンネル登録と Twitter のフォローよろしくね。それじゃまた次回の動画で、さらばだ。